どっちがいや違う違う,違うそれそれ今入った入,入,入,入った今電源入ったこっちうんああ聞こえます ?OBS <BS> <BS> あ聞こえたあおよかったー<え>はいありがとうございますいやーねどうりでどうりでどうりで はい、はい、スタッフの皆様ありがとうございました。どうりで、声がでかい。ちょっと待って、じゃあ音量下げるか。どうすりゃいいんだほんまに、一人で虚空に向かって喋ってたよ。放送よ、ちょっと待ってね。お声がでかい。まあ、それはみんなの音量下げてもらうのが一番なんだが、これもやり方忘れたな。こうだっけ はい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 。うーん、ようわからん。ようわからん。はい。ということで、皆さんの方で、はい。皆さんの方で音声を下げてください。僕は普通に喋るんで、そ、そこんとこよろしゅう。はい。そんな感じでね、いきましょうか。声ちっちゃいちっちゃくなったまた難しいこと言うなえー、まあまあ、ええー、だろ。 聞こえねえ聞こえねえなんだってそれは困るなういあこれでいいこれでいいちっちゃくなった小さすぎ OKOK、OK OK、じゃあこれでいこうかうん最初のままでお願い,いやね最初の設定がわかんないもっと大きくするこっちトータルゲインこんぐらい はい。でかいどう ?YouTube で配信しないのいや、してるはずだけど。うん。もうちょいもうちょい。はい。これでいいはい、OK。じゃあ、これで。はい。あとの音声は皆さんの調整でよろしくお願いします。はい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 。<laughs> という形でね、まあ、これがね、久しぶりの放送ってやつですな。 うん。いや始まるまでに5分を要したね。うん。もうなんなら。いやもう最初にね、いろいろ話してたんだけど、いや、いい話してたんだけどなみんな聞き逃しちゃったかねすごくいい話してたんですけども、みんな涙涙のお話だったんですが、もう全部飛ばして、まあ、まあ、わかりやすく言うと、はい、この人優勝だってさ、すごいねと。っていう形でね、 えっと、今回の GP チワは海外からお越しの方が優勝されました。おめでとうございます。と。ね、個人的にはね、やっぱザキカワさん応援してたんですけどね。うん、そこはね、残念でしたね。はい、こんばんは、という形で。ああ。ああ改めて最初からやるか。それっぽくするか。はい、皆さんこんばんは。えっ、ー、と、お久しぶりです。ハレリアプローズの伊川ヨ彦です。はい、という形でですね、えー、グランプリチワも終わりまして、 いよいよプロツアーですねという形ですが、皆さんグランプリチバどうだったでしょうかね。まあ結構ね、二日目行けた方、行けなかった方とかね、アンリミドラフトどうこうとかね、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、うん。っていう話をね、っていう話を3分ぐらいしてたんですよ。うーん、ね。そう、こうやって喋りながら、グランプリチバのページをね、出してスクロールしてってね、 喋ってたんやけどね。まあ、まあ、ええか。お、楽しかった。楽しかったな。せやな。グランプリ千葉ね。楽し、てかまあ、グランプリ楽しいよね、やっぱ。うん。お、今日プールも初日本した。悔しいな。そういう人もいるよね、やっぱマジックは。いろんなね、要素がありますからね。うん。っていう感じで、なんやえっ、ー、とね、あ、ちょっと待ってね。えっ、ー、とね、放送者コメント出そうとしたんだよな。真面目に行くか。 はい。よし、真面目に行こう。ずっと表示。OK。お、真面目。俺がこんなに放送しコメントで真面目に出したことがあるだろうか。かつて。いや、ないと。はい、という形でですね。まあ、千葉も終わって、一応ね、今週末も実は僕はグランプリ出るんですけど、リミテッドのグランプリですね。小もはね、 小鴨は、みんなの心の中にいるよ。大丈夫だ。<laughs> また寝てるのって、あ、あれね。あ、でもあの写真すごい良かったよね、小鴨の。寝てる写真めっちゃ可愛かったよね。可愛い,いって。いや、あれ、でもね。あれ、どうやらね、小鴨曰く休憩時間の間にね、激写されたらしいからね。ちょっとね。うん。そう、あれはね、ケンジ悪くないんだよ。休憩時間だったから。<laughs> でも寝てた姿、その寝姿が、ね、様になるっていうのは、それはそれでね、そう、30過ぎて可愛いって、もう30、もうすぐ32やぞ、ゲンジっていう。32?1? ぐらいやぞっていう。<laughs> 生放送されたんだ、あれ、うん。ピューリッツァ、ピューリッツァーショー、うん。はい、そんな感じでね。今最高でしたよね、あれは。うん 放送見てて一番もらった。まあ、そう言ってもらえると、ケンジもね、嬉しいんじゃないですかね。いや、ツイッターのアイコンあれにする、ケンジの。それはじゃあちょっとまあ、いや、ちょっとな、ハレプロのな、写真と使わないとな、怒られちゃうからなー。うん。そんな感じで、でもまあ、正直、グランプリチワの話、か大したことそんなに聞きたくないよね、多分。うん。うん。おっす。はい、おっす、おっす。 まあね、まあ、俺は、俺僕なんでもいいか。うん。ええとね、X5 の1点でしたよ、と。はい。まあ、最低限ですね。うん、まあ、なんか、あんなあれがそれでこんな感じで、ちょっとね、まだプロポイントあんないんですけど、井川さんのプールはどうだったのお、今日俺の、俺の千葉の成績に興味がある人がいた。まさか、いると思わなかったぞ。ええー、と、 これはラネくんか。じゃあちょっと待って、ワンダリングワンにして。ちょい待ってな。これか。メディア。<laughs> あんちゃんゴールドおめ。ねあんちゃんゴールドおめ。さすがですね。あんちゃんグランプリの最近の、なんやねんって。グランプリの最近のアベレージめちゃくちゃ高いからな。すごい。まあやっぱ自力が高いよね。すごい。えーっと、ちょっと待ってね。 とりあえず、ログインして、プール見る <laughs> うんパスワードが違う、うんなんか違ったっけうん、覚えてないぞ。あれこれはまずいんじゃないか、うんこ、これは、もしかして入れない。は、入れないなんでだなんでだくっ。 ああ、入れた。耐え、耐えた、耐えた。危なかった、危なかった。いやー、覚えてないよな、正直。うーんーと、イカワプールの話でしたっけえーと、すごいぶつ切りになるぶつ切りになるのえーと、組み上げたプロセス。はい。えーと、イカワプールはこれでしたね。青、緑、タッチ、赤。 の A バージョンと、えっ、ー、と、黒緑タッチ赤の B バージョンがありまして、まあこれ、この二つを見てわかる通り、まあ、白と赤がめちゃくちゃ弱くて、で、この環境って、まあ僕はそんなにシールドやり込んでなかったんですけど、正直言うと。いろんな話を、いろんなところから話を聞くと、 まあ、シールドは結構殴る環境だよと。シールドもかな。で、なるべく前のめりにした方がいいっていうのを聞いてて、なんですが、まあ、白も赤も殴れんぞと。クリーチャーはまともにおらんぞってなって、まあ、今回僕のプールはこの緑、青、黒の3色でデッキを組むことになりましたよと。で、えーとね、まあ、見てもらったらわかるみんなわかるかな ま、あ俺はわかるんだけど、この青の方は、えっと <laughs>、風読みのスフィンクスであってる ?7737 飛行のスフィンクスと、え、願いの陣っていうボムレアが2枚あって、で、一応予言も2枚あるので、ま、なるべく先手を取りたいデッキですね。この予言2枚で先手を取りつつ、アドバンテージ取り返して押し込んでいくデッキですと。 なので、まあ、基本ね、先手取りたい。まあ、先手取りたいっていうか、まあ、先手か後手か分からないときは、そう、えっと7、7 7ナ7の方は飛行で殴るとドローできるやつね。は、なんで、とりあえずメインは青でやって、後手が確定してるときは、見どくろ。っていう形にしてました。この見どくろの方は、レアがない代わりに、殺害。一番環境で、まあ、最強塾の一角ですね。殺害と、この見どくろの、 4ナ2三の飛行とん、ん飛行じゃない4。4ナ2三の接しと到達が3枚あって、あとこの5ナ3 4飛行ドレイン、通称包囲祭もあるっていう。まあ、レアはないけど、アンコモンがしっかりしてるっていう形なんですけど、まあ、こっちはどっちかっていうと、まあなんか、どっしり守って戦うデッキなんで、あんまりメインボードで使いたくないなと思ったんですね。 あとは、これ、えっと、脅迫がここに入ってるんですけど、あと、精神腐敗とかもあってね。なので、先手が、まあ、この青緑の、タッチ赤。サルカの封印破り。えー、緑黒もタッチ赤。で、ちなみにこれ、えっ、ー、と、黒、えっ、ー、とね、青緑と緑黒の、封印破りのトリガーするパワー4以上の枚数は一緒かな一応。 えーとね、デッキにクリーチャーが15枚前後入ってて、6枚かな。なんでちょっとギリギリなんですよね、そもそも。緑の方は、1、2、3、4、5、6。この4マナイと6マナイのクリーチャー。4、5、6マナイのクリーチャーが全部パワー4なんで、6枚。見どころの方は、えっ、ー、と、6マナイが1枚増えて、その代わり5マナイが1枚減ってるんで、6枚ですね。なんで、どっちもって感じですかね。 で、まあ見ての通り、まあ正直どっちもそんなに強くないと。なんで、まあちょっといろんな人と話したり,たりして、まあ72か63かなーっていう感じでしたね。で、61まで行って、よっしゃこれ来たやんと思ってたんですけど、まあそこに裸るわね。立ち裸るはやはりレアなわけですよ。もうね、これですね、これ。 ラウンドな、ラウンド8とラウンド9はね、両方これ。これで負けましたね。ふざけたらあかんよと。いや、ほんまにこのカードだけはあかんと。うん。しかも3本目で後手で、精神腐敗とかを再度にしてる時に限ってこういうの出されるんですね。うーん。いやーほんま。いや、最強レア。このカードだけはあかん。っていう感じ。なんなら、 なんならもう、えっ、ー、と、ラウンド 9? その、最終戦ですね。初日の最終戦の最終ゲーム。ラウンド9のゲーム3。相手は4ターン目ニコル・ボーラス、5ターン目再構築。投了って、お疲れ様でしたいい1日でしたねって言って、6、3でしたね。うん。ほんまこのゲームって思いながら、まあ、どうにもなんねえなという。まあ、そればっかりはまあ、しょうがらんなと。うん。 なんでまあ逆にね他のマッチはしっかり取れたんでうーんいや無理だぞとニコルこれは無理だぞとほんまに4ターン目ニコル5ターン目優長の再構築6ターン目のこれの誘発で土地が3枚落ちてスリードローされたところで心折れて投了しました飯行こうと思ってこれ以上このゲームやってられるかと思ってねもういやもうちょっと続けようとは思ったんですけどゲーム ニコルへの除去がない、幽長の再構築への対処手段もない、スリードルをされたで、ふざけたらあかんぞと。うん。いや、滝にきのデッキはすごかったですね。あれは本当に腕が、この環境の理解できてるって感じでしたね、まあ。殴れてるっていうのはすごい素晴らしいんですよね。やっぱ、そんな中でも。うん。はい、そんな感じですかね。で、 千葉の話、あと2分ぐらいするか。みんなそんなに興味ないと思うしね。で、2日目、6勝3敗からなんで、えっ、ー、と、4-2で1点、5-1で2点、6-0で3点。で、目指した、はい、ファーストドラフト。これ。初手が睡眠。あー、違うかな。1-1がテゼレット、えっ、ー、と、3-1が睡眠っていうね、かなり恵まれたピックで、うん。 かなり、このデッキはね、ちょっと泥が多いんですけど、肉足んなくて。タクにね、青と緑が、えっと、緑がね、卓に全然いなかったのに、2イキ出なくて、2722の警戒とか取れなかったんですよね。なんですけど、まあ、デッキ自体はかなりいいデッキ。いや、これは勝ったんちゃうってまあ、思ったんですよね。まあ、トントンと2-0して、最後、下茶の、えっ、ー、と、ホープス。ホープスの鈴池と当たって、 えっと、最終戦、鈴池。鈴池ですね。はい。最終戦、ホープスの鈴池くんと当たって、まあ、1本目取り、2本目取られ、3本目、さあ行くぞって言って、まあ、これ見ての通り、まあ、青の方がコインで、森8の島9だったんですね。なんですけど、まあ、森5枚引いて、島0枚で、手札青いカードだけになって負けっていう。ふざけたらあかんと思って。 いや負けたんですね。島が一枚も引かなかったんですね。これが。まあ、しょうがないなと。まあ、このゲーム、そんなこともあるよなと。いや、森八、島九はね、まあ、どうしようもないよね。うん、こればっかりはしょうがない。デッキ強くてもね、そういうこともあるからね。で、はい、じゃあセカンドドラフト。あと1分くらいで終わろう。セカンドドラフトは、途中の緑入ったら、松ってこれ。すごない。 人生で初めてですね。この4枚が2種類。マナクリ4枚、格闘4枚。いやーもう、いやもうね、うはうは。デッキ強すぎ、お化けって思いながら、うん、やってたんですけどね。そう。いや、とかもう、いや、1種類が4枚取れることあっても、2種類が4枚ずつ取れることって、多分人生で初めてじゃないかなうん、そう、コールドスナップとかそういうレベルですよね。なんか。 なかなかね、4枚ずつってないんですよね。1種類が4枚とかは、まあ、取ったことあっても。うん。で、これもまあお祭りだったんですけど、まあ途中でね。あと、こがも戦略ですね、これは。まあ、いわゆるこがも戦略。ミドタン、ほぼミドタンピックだったんで。ギガントスタウルスね、流れてこなかった。出なかったんですよね。こういう時に限って。うん。 しかも、でもまあね、クリと格闘って、まあ緑の古問のね、上位2種類が4枚ずつなんて、デッキもめちゃくちゃ安定してて、まあこれはいけるなと思ったら、まあ1本目がちょっと土地を多めに引いたところを睡眠で負けて、青白飛行ですね。で、まあ気を取り直して2本目って言ったら土地2枚で止まって終了と、いう形で、まああとは全部勝って、2-1でしたね。これも2-1と。なんで、 ま、個人的にはかなり悔しい、あれ一日でしたね。この、まあ、こっちも、こっちも、まあ、結構30寄りの出来だったんで、うん、いや、3030で60して、プロポイント3点取りたかったんですけど、ま、あそういうこともあるなと。1点取れただけでも、神に感謝しようか、と思って、まあ、2121の、なんで、すごい平,平凡ですよね。初日6勝3敗で、 2勝1敗、2勝1敗で4勝2敗と。うん、なんでまあ、しょうがないかなと。うん、まあまあ、そういうこともありますね。ただまあ、ちょっとね、前回のシンガポールとか、いや、今ね、全然、全然、マネってなんなら4敗でもインマネしないですからね。ただまあ、プロポイント的には、まあ、1点でもね、やっぱ欲しい状況だったんで、まあ、まあ、喜ぼうかなと、別に。はい、っていう形で現状、こんな感じですね。 今29点。まあ、プロツアーで最低3点取れるんで32点。あと3点かなだから。まあ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 、頑張ろうかなって感じですね。そんな感じですよ、と今のとこ。じゃあ PT の話しよう。そうですね。サクサクっとね。まあね。僕のこういうお話をまあ楽しんでいただいてる人もいると思うんですけど、まあね。マジックしたいんでね。 PT はね、レガシー担当なんですよ、実は。はい。やっぱ、プロツアー勝ちますよ。優勝するか分かんないですけど、今回は勝ちたいですね。勝ちたいですし、やっぱチームメイトもすごい頼もしいんで、うん、勝ちます。っていう形で、僕は今回レガシーですね。えー、っと、どっかに写真ないまあ、んどっかにないか。まあでも、原ネくんの放送、放送とかでも言ってるかもしれないんですけど、 今回は、えっ、ー、と、原根くんと諸富士さんですと。はい、原根くん、はい、参上。はい、原根くんが、スタンダード。原根くん、え、違うわ。うんあ、そうだよ。原根くんがスタンダードですね。原根くんがスタンダードで、諸富士さんがレガシーですね。あ、じゃなくてモダンですね。諸、もろ富士たくま。 たくま、たくま出ないはい。よいしょ。インタビュー楽しんで勝つ。はい。はい、諸富士さん。諸藤さんが、はい、モダンですよと。す <laughs> べて間違ってて草っていううん。いや、まあ結構ね、いろいろね、あったんですよね。その、紆余曲折を経てるんですよね。このチーム、 えっと、チームは、えー、まあ、すんなり決まったんですけど、どうの、ね、あれえっ、ー、と、デッキの、デッキじゃないや。フォーマットをね、どう分担するかっていうのは、まあまあね、いろいろ話してみんなで。うん。晴れのリストに井川さんの乗ってたの見た。君よく見てるね。実はね。うん。笑顔が素敵。いや、諸藤さんの笑顔素敵ですよね。うん、諸藤さんは最高ですよ。 えーと、まあね。まあ端的に言うと、なん、端的に言うとなんだろうね。なんだろう。俺がモダンじゃないのは、諸富士さんがモダンがいいって言ったからかな。以上。<laughs> じゃあどうぞ。みたいな。まあ勝ってるし。諸富士さんモダン。まあ別にいいかな、と。ほんとね。まあ一人ずつ、なんかちょっと話していってて、諸富士さんはレガシー以外がいいって言ってて、 まあ、原根くんはモダン以外がいいって言ってて、まあ、僕はあんまりこだわりなかったんで、どれでもいいなと思ってて、っていう形で、諸富士さんがモダンになって、まあ、俺と原根くんがレガシーとスターンどっちやるって話をして、まあ、最終的に、うん、俺がモダンじゃなくてレガシーになったよって感じですね。まあ、別に、やりたいっていうのがあるのが一番いいんで、強みじゃないですか。一番得意なの。 何でしょうかね別に、このゲーム、そんな得意じゃないので、あんまり得意なフォーマットないっすね。うん。全部好きだけど、別に全部そんな得意じゃない。多分 <laughs> うん、得意なフォー,ーなんだろうな。このゲーム、勝たんしな。うなん、だろうな。そう、で、まあ、どっちかっていうと、まあ、原根くんが、スタンの方がいいかなぁと思って、まあ、俺、レガシーやるよっていう形で、うん。 まあ、ちなみにレガシーはあんまりその皆さんイメージないと思うんですけどイカはレガシーってねアンちゃんとかはねやっぱレガシーもういかにもレガシーめっちゃやってるし勝ってるしイメージあるかもしれないですけど実はね僕も結構ね昔からレガシーやってるんですよねどんぐらいやってるかっていうと、まあ、最近ずっとやってなかったんであれなんですけどはいじゃあこの、はい、ハレリアのデッキ検索機能をあそういえばちょっと待ってなんか記事が上がったっていう話をしていた気がする はい、ひろきさんのスタンダード上がりました。スタンダードの記事、ひろきさんの記事上がりました。ぜひご覧ください。新環境は動き出し、竜と馬が駆け抜ける。はい、竜と馬ってなんだと。その答えは、記事の中をどうぞ、と。はい、以上宣伝コーナーでした。でと。今何の話だっけ敵検索の話か。まあ、どんぐらいレガシー昔から実はやってるかっていうと、 と何で検索するんだプレイヤー名か。実はね、昔からコツコツやってるんですよね。ほら、まず、一番最初2008年ですからね。10年前のレガシーのデッキが、実は俺のが登録されてって、この、実は、2008年、2010年、2011年ってね、結構ね、ちょこちょこね、レガシーやってるんですよね。 ちょっとやる機会がなくて、ここ2016年と2017年はグランプリに出れない関係でレガシー全くやってなかったんですけど、それまでは結構コンスタントにレガシーやってたんで、その、いわゆるレガシーの常識というか、なんていうかな、一般的なやつなんていうかなセ、セオリーセオリーか。うん。うん。セオリー的なのは一応ある程度理解しているつもりです。うん。 実はね。実は実は。なんでまあ、そうですね。カナすれも、最初はマーフォークとズーずっと使ってて、途中からですね、カナすれ使い出して、え、このデッキ強ってなって、カナすれをずっと擦ってましたね。これはね、ラスト3の直前にノブからミラクルもらったんですね、確か。だからデッキリスト非公開になってるんですけど。 で、これはミラクルを使ったな。ラスト3もミラクル使って、レガシー自体は勝ち越しだったのかな、確か。うん。そんな感じで、なんでね、はい。で、これが先週ですね。先週グランプリ千葉の週に、まあ、ハレリアレガシー杯と、まあ、休日レガシーの、レガシー17時の部、両方出て、まあ、両方そこそこ勝ちましたよ、みたいな。この時は、まあ、グリクスコントロールを使ったんですね。 うん。カナスレは今結構上位メタですね。その、まあ、シギレがいなくなったことによって、どうデルバーを使うかっていう中で、まあ、現状一番強いデルバーデッキはカナスレかなっていう感じですね。うん。ただ、まあ、ちょっと、個人的にはカナスレは、まあ、ポジション良くないかなと思って諦めたんですけど、カナスレも結構調整して、 ちなみにまだ、プロツアーのデッキは決まってません。ご安心くださいと。うん。UR どうすか ?UR である理由ある ?UR がデリバーなのかコントロールなのかわからんけど。うん。少なくとも上位メタデッキではないですね。現状は。うん。っていう感じでね。まあ、今回、イカワが、私、イカワがレガシーやりますよと。 なんでねそう、デスタクがなそれ。うん。悪ゲームしよう。まあね、ゲームしたいよね。するか。え、もう少し。いや、でも結局さ、ほらで、えっ、ー、と、はい、はい、話戻すか。はい、グランプリ、千葉のね、サイドイベントですね。グランプリ千葉の2日目で、はい、この、左の人ですね。倉田慎太郎さん。えっ、ー、と、プロツアー破滅の時で、見事トップ8入賞して、 現在、シルバーレベルプロ。今回のプロツアーも、レガシーで出るはずですね。はい、の、倉田くんが、えっ、ー、と、見事、予選5-0決勝ラウンド3-0で勝ち上がったデッキが、今回の、これですね。グリクシスコントロール、倉田、っていう形で。ま、特徴的なのは、 うんとですね。一対一交換のカードを普段より増やしてることですね。あの、このグレクエス・コントロールっていうデッキは、まあ、一対一交換をしつつ、この春書、とか、あと2分、<laughs> あと2分は、ま千葉の話は終わったからええやん。うん。そう。グリショールブランドを作った人ですね。このコラコマとかで、 あのこういうい除,除去カウンターで1対1交換をしながらヒム、まあ、コラコマ春くろうとかでアドバンテージ差をつけてってまあ最終的に相手をリソース切れにするでこっちはその春翔とかうだけで殴り勝つみたいなまあコテコテのコントロールなんですけどこの倉田君のリストは1対1交換のカードをえーと増やして2対1この2個1取るカードを減らしてるんですよね。 なので、かなりもっと砂漠側に寄ってる。最終的にアドバンテージで勝つんですけど、そこのアドバンテージ要素を少し減らしつつ、この思考囲いですとか、対抗呪文、赤ブラみたいな、こういった枠を普段より増やしているのが特徴ですね。あとはウィルが3枚なのかな。これもね、やっぱ、ウィルが3枚になって4枚目がサイドボードなんですけど、まあその分、 思考囲い、狼梅の嵐、えーと、グレンハ、対,まあ、対抗呪文っていった、まあ、その、コンボに強いカードは結構しっかり取ってるんで、その、枠全体としては、むしろ増えてるぐらいですね。うん。なので、まあ、もちろんちょっと2個1カードが減ってる分、まあ、同型はどうなんだろうな。ネミス入ってる分強いのかなまあ、ちょっとわかんないんですけど、あれ、いなんだ。 間違えてコピーしちゃったそうですねコンボはそこそこ上がってきてますけれどもいや言うてねまあコンボって言っても最近勝ってるコンボはスニークショーですねそうチャリス怖いいや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 それがねこのグリグスコントロールっていうのは他のそれこそミラクルミラクルと比べると一番わかるんですけど じゃあ、適当なミラクル出すか。これ、イカワが調整してて、まあ、負けまくったミラクルなんですが、まあ、リスト汚いし、下手なんですけど、やっぱね、ミラクルは、これがね、1枚ぐらいしか入ってなくて、チャリスがきついんですよね。それに比べて、やっぱ、グリクエスコントロールはメインから、コラコマ入ってる分、チャリスがきつくないんですよ。チャリス1が通っちゃっても、まあ、3ターン目に適当にコラガンコマンドを、アーティファト破壊ディスカードみたいな感じで、触れるので、 ま、結構その、チャリスデッキに強くなってますね。他のコントロールよりも。それが多分強みかなと思いますよ。うん、コラコマ強い。うん。ご飯美味しい。ラーメン美味しい。コラコマ強い。そんな感じですね。まあ、このケースについては、まあ、ツイッターでも、もう使用者本人の倉田くん本人が、このカードは弱いけどアイドルなんで許してやってくださいと言ってました。 ちなみに僕はこの放送のために買いました <laughs>。4チケか5チケ払って今買ってきたんですけど、まあ、どう考えてもあんま強くない <laughs>。まあ、クリーチャーだし、青ブラも赤ブラも引っかかるし、まず出たたん基本なんもせんし、うーん。いやー、うーん、どうなんですかね。 しょうがない。まあ、アイドルだから許してくださいって言われちゃったからね。許そうよと。ジェースの方が良くないって。まあ、って言ったら丸いって言われましたね。まあ、詳しくは僕と倉田くんのリプライ見てくれればわかるんですけど。確かに、こいつカラカスされたら切れるけどな、俺。やばい、やばない。大丈夫。ジェースならカラカスされんけど、こいつカラカスされるけど。グリコン組みたいけど、ボルカとバッドランドお高いんでしょ そんな時でも、ハルヤなら、今なんと、今なんと、25周年記念セール。ちなみにこの中にボルカとか、バッドランドがあるかは、ちなみに知りませんと。あるんかな今適当に言ったけど。あるといいな。あるかな、あるかな。あ、あったあったあった、あったやん。おー。よかったよかった。言ってみるもんやな。はい。 イタリア語版59,800円。えー、フランス語版も59,800円。あ、バッドランド3万5,000円。これは結構安い方。多分。プレード29,800円。ヘビプレ28,800円。多分安い。ちなみに、多分がつけてるのはなぜかというと、まあ、僕は相場を知らないため、まあ、まず生理対象品なんだから、普段より安いってことだから、まあ要するに安いでしょ。安い安い。いや、お買い得ですね。 安す、安す。みんな1000枚買おうな。はい、そんな感じですね。ちょっと戻るか。よかった、よかった。まあ、これでね、とりあえずセールの宣伝したということで、まあ、ノルマクリアでしょう。いやー、宣伝できる男としてね、今後も活躍していかないと。ちなみに、この、えっと、マジック25周年記念セールは、来週水曜日。 8月1日、10、月一日水曜日、17時までです。よろしくお願いします。はい。結構ね、安くなってるカードもたくさんあるからね。イ川のおすすめは、これこれ安くない強いよ。あ、これ、あ、まが、マジでおすすめ。280円はすごい。スタンダードも多分使われてるか知らんけど、モダンとレガシー、どっちでも出ますね、このカード。 レガシーのデスタク、レガシーのデスタクによく入ってるし、うん、これ解読。これ4枚。もう絶対ずっと4枚使う、これは。マジックの歴史上こんなに強いクリエイーそうそう出ないから、きっと解読。上がる上がるんちゃう最終的にこのカードがスタンダードから落ちて、2、3年経ったらどうせ1000円くらいいくよ、多分、きっと。いつか。そんな気がするよ。はい。 え開墾するソウルとスランの崩落のコンボ。へー。なるほどえそれ、いい、いいこと聞いた。なるほどえっ、ー、と、スランの崩落、これですね。はい。土地をすべて破壊して、2枚ずつ戻ってくるんですけど、相手の墓地だけ追放してしまえば、なんと帰ってこない。おー。 スタンダードで相手だけゲドン。えぇ、ー。面白いやん。面白いやん。ま六、あ、6マナっていうのには目をつぶって。そんな感じやな。あとは、セール対象品。まあまあいっか。もうセールの宣伝もしたしな。十分しただろう。はい。う、えーんと。はい。 はいまあ端的に言うとマジックしたくなってきたのでマジックしますはいみんなでマジック楽しみましょうしょっとジョインリーえーっとクラ君のグリックスチケットがないんですねレッツゴーもうね,もうね まあ、こんだけもう30分半朝はもうよくやったやろ。あとは、エコー。うん突然のエコー。なになに俺何も触ってないんだけど。けどええー。どうですかエコーしてるどうしようわかんない。 声がエコー,エコーうーんどうまだエコーまだエコー,、ま、エコーうーんどうしようなだられ乗りしてる飛びかかっじゃうかしてる <laughs> うーんどうしようか

エコーといえばハウンティングエコーだよね。俺も消えない小はこだまはよく打ってたし、打たれてたから。マイク差し直すとか直<あ>った。あざす。はい、優秀なスタッフが。優秀なスタッフが駆けつけてくれました。はい、OK ですと。はい、えー、っと。じゃあやっていきますかねと。 はい所定、あんま強くないですねと。まあ、ポンダー2枚あって、ポンダー2枚あるから、まあ、一応やるかな。で、ヒムデッキなんで、これがあるとはいえ、安心持ってきて、ポンダー打って、次のターンもポンダー打って、その見つけたカードでパイロブラストかな。うん。 アイ,ドルアイドルはね、まあ大体ビルで切られますね。<laughs> アイドルに2秒で消えそう。もうさようなら。餌です。はい。まあキープしますか。どっち後手あキー先手ですね。はい。やりますか。はい。グッドラックって言ってくれてます。はい。グッドラックですと。はい。うんと、盤面と手札のバランスどんぐらいがいいんだろうね。 はい安心持ってきてポンダー打ちましょうおこれは嬉しいちゃんとランドとポンダーありますねえー、っと、まあ、この2枚目のポンダーが、えー、いらないからうんランドをねこういう時にランドを先に手札に入れるかがいつも悩むんですよね まあなんかの表紙でね思考、思考破棄とかされると嫌なんで、このボルカニックアイランドはもらっときましょうか。プッシュは、プッシュがね、微妙ですよね。相手によって一番強さが変わるカードなんで、欲しかったらポンダーからもらえるように、この時は入れないかな、手札に。なんで、プッシュは3番目にしますか。プッシュは3番目にして、ランドを手札に入れましょう。 まあなんかでね、思考破棄うとか言われて、このランド落ちるのも嫌なんで。はい。エルドラージャンチャリス 1? センキュー、ね。でもポンダーが2枚か。えこれ次ポンダーで、次がプッシュだよね。ってことはランド止まるんだよね。うーん、微妙っすね。こういうのが一番微妙ですね。 うん。めっちゃ微妙。いや、時間気をつけたい。それでね、俺自、自宅でね、一人やってても結構時間使うんですけど、喋りながらやってるとやばいよね、これ、多分うん。もう、え、もう、四十もう24分、45分,分使ってる。これはまずい。スルー、えー、次のターン、ポンダー引いて、プッシュ引いて、で、その次にかけるのか、ウィルした方が良さそうですね。ウィルしましょう。 で、このアイドル、アイドル、まあ、いらんか、ケスはいらんっすね。はい、はい、さよならと。はいと。で、えー、まあ、プッシュをエンド前に打つ展開はなかなかないと思うんで、まあ、普通に、こっちからかな。フェッチ、拾ったら拾う可能性あるんで。これがね、もう腐ることが確定しました。 はい、アイドルのお仕事終了しました。お疲れ様でした。<laughs> ケスはアイドル、本当にウケるな。もうなんか毎回、毎回許されそうだけど、こいつ。<laughs> できれば、ブレインストーム探して、これを戻したいですね。その、もう1マリ分なんで、これ、現状。で、ウィルで1枚使ってるから、今、ダブマリぐらいですね。結構きつい。 ジェイスだったらそうジェイスだったらポンダは切ってたかな、多分消ケス、このマッチ、あブレインストーンもありましたね。嬉しいですね。で、じゃあ、このここはランドをもらおうかな。どうしようかな。難しいな。うん。ランドをもらって、もう一回。 一回ポンダーするかなーあのあれなんですよね次のターンにあれですねあのー、4四4 4 4四を出された時に抜かれるの嫌なんでちょっと上にいやで何台ケアで上置いときたいんですよね。 別にすぐ打つハンドじゃないんで別にねその打たれた時に隠しときたいからまあプッシュブレインまあこうかな4ナ4 4出された時に一番きつくないようにしたいんで今はブレイン引きたくないなっていうイメージちなみに自信はないはいはいどうぞどうぞああエルドラポストだ はい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 なんなら結構きついですねでまあこれでまあ破壊とディスカードではいグリームモノリスはいこれも割りたいがはい、まあ、これはどうでもいいこれどうしようかね まずいですよと。なんなら、ちなみに僕一番今まずいと思ってるのは時間ですね、これ。これどうしようかね。うん。こんなにランド戦ストレートで引くんだったらね、消すの方が欲しかったけどね。これどうしようか。こいつ無視したいなこれ割って土地伸びるのやだなけど無理かさすがに殺すか うーん、しょうがないっすね。シュシュと。いや、でも、プッシュがあんのか。プッシュ、フェッチ。うーん、放置するか。ディスカード。この3枚をディスカードさせるかどうか。春章もあるしね。放置するか。ちょっと、あのさん,さんに。ちょっと、お試しで。ランドが伸びる方がまずい気がするんで、ちょっと放置します。 スパイグラスが落ちたはい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 でまあメインでブレーン打ってフェッチ探しに行きますかはいはいいいねいいねいいねこれはいいですねさてまあ結構都合よくカード引けたんで うーんこの3、人を今殺す必要はないかな。ね、消す。この欲しいですね。ポンダよりケスの方が良かったかもしれないですね。もしかしたら。ちょっとアイドルを、アイドルをないがしろにしてしまった可能性あり。お、ヒムは嬉しい。次のターンのアクション次第で、この,でこのカードが強いですよね。袋はね、 あここは一回我慢しようこの3点で負けるわけじゃないからえー、ええー、えむちゃくちゃこれめっちゃんこ相性あるないアイオブーギンあるしいやフクロウで勝ちそういやなんならもう負けそうだけど いやー、ハンデスだけ溜まってきたなー。いや、難題にプッシュ構えでフェッチまだにすると、それ、フクロウのドローゴミですよね。別に難題出されてもいいから、フェッチまだで、なフ、フクロウ、フクロウ出す前にドロー先したいから、それはないかな。まあ、これが好かること考えて、どうしようかなここにフェッチで、 投了がいた俺も板だと思うんだけど34567うーんこれ潰して手札増えて引かせてもうひむ打つしかないかなまあ8割ぐらい負けっすねこんなの全然勝てる気せんっすね相性やばすぎちゃうこれうーんいや時間キャー投了あり これで手札に何かが入ってくれチャリソブ・ザ・ボイド関係なかったまあいいやでこれ手札に多分入れるからこのチャリスはえ置くのえ,え置くとかないでしょ <laughs> まあいいやまさか置いてくるとは置かない方がいいですよ 置かない方がいいですよはいでウギンの目起動されてはいちょっとねこのリストあれですね、まあ、手札破壊多めに入ってるのが裏目に出ちゃいましたね一般的なリストよりちょっと多いんですよね何持ってこられるかなまたオブリビオンストーンかな多分あじゃなくてまたこいつじゃないこいつ はい、じゃあさっきの話だけするとこのマタールシェーパーって3以下だとしてもえー、と、手札に入れてることができるんですねなので出したくないパワーメントは出さなくてもいいですエンドブリンガーを持ってきたよとはいエンドブリンガーはいお遅いいい前のターンだったらなーうーんまあ マーダラスカットここに当ててかはいマーダラスカット縛りかまあまあまあちょっとやってみますかブレインストーンバウンスしても出せる、あバウンスしてディスカードの方がいいかこれバウンスディスカードの方がいいかでまあ落とされてで、えー、でこの,この2枚動かないからもうウギンの目動かないからまだいけるかまだいけるなまだいけるか はい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 でウギンの目一回止まったのでここからもう一枚ジェス引けばって感じかなうーんこのケース大事にした方が良かったっすね多分このケースがあれば何とかなりそうだったな出る意地は入ってないですね確か一応まだ負けてないよいしょおっ なんか夢見れそうじゃん夢見えそうじゃないストリクスを上に置いて、えー、ネメシスかはいちょっとね決算をバカにしてはいけませんね24567もう一回動くのか 確かにこのマッチアップ消す死なないから強いんだな多分ここら辺やっぱあれですね僕の単純に経験不足ですねお結構ね相手ねこれで痛いからねもうブロックするか普通にまたアリシェーパーからワ,ワーピングウェールかはい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 お いけそうなんかいけそううーんととりあえず殴るかマジック何が起こるか分かんないなーえっ、ー、とブレイン今打つかな今打ってもアクションできないかブレインうん、えー、微妙だな 打ってもいいけどな、このブレイン。うーん、次のターンでいいか。こっから引いて嬉しいものはドロー止まるだけっぽいな。今引いても別にウィルもないし、ィル、いや、いいか、OK でいいか。次のターンでいいや、このブレインは。この引いた後のアクション何もできないから、多分。<laughs> 結構エルポスで勝ってる人。へえ。ー。デスライトさん。日本人の方なんですか そうでもないわからんかさてえっ、ー、とエンドブリンガーエンドブリンガーならまだいけそうだなはいはい諦めない心でいきましょうよとまたジェス引けばね ソーサリーカウンターだよねあれおえっ、ー、と何があるうんとコラガンコマンドかうん日本人ですへえどうぞよろしくお願いしますとまあまあこれとこれいらんでエンド前コラコマ打ちそうかな まあいらないねまあこのエンドブリンガーまだ殴られないんで一点打つか殴るまあドローかなんでまあな,なんとかなりそうかなやっぱこのねイニシェのフンボがかなり痛かったんで相手今ネメシスさんの強さを遺憾なく発揮してます まあ、アンコウでもいいけどね。いや、このね、クリ、クリコウ、クリ、グリクシスコントロールはね、このネメシスなのか、アンコウなのかっていうのも結構ね、派閥があって、人によって結構違うんですよね。ネメシスの方が、ブロックするので殴ってこないは、無理。それは無理。殴る、このターン殴るのは無理だから、次のターンですね、それは。ボルトもあり得る。墓地にボルトがないんだよ。 なお時間13分ギリギリいや喋りながらレガシーやるの大変だな確かね昔ねあんちゃんがその毎週放送やってた時も結構ねやっぱその時間がね大変な総理になってたことも多かったんでレガシーはねレガシーは時間がかかるねそのブレインストームポンダーって言ってその選択肢が多いんですよねプレイしてってすごく面白いフォーマットなんですけどあんまり配信に向いてないかもしれないですねもしかしたら どうしても時間との戦いになるからああそっかこれ持ってんのかまあ別にいっかこれはリムーブ5点くらってもまあいいんじゃない別にストリックス回収するからこれはいいでしょそれはなんかできる別にいいよとこっち出した方が良かったかなこの5点無駄かなまあいいかこの5点で負けはせんだろう多分多分 今、袋を殴るとコラコまで勝ちじゃあ、殴った方が良かった。確かに。そら、そうやな。そうですね。殴った方が良かったっすね。まあ、そういうことも、そういうこともありますよね。マジックは。うん。このゲームね、見せるゲームなんでね。 特にね、やっぱ、ちょっとね、コメントとかを全部見ながらやるのは大変ですね、これは。回収と2点はい、確かに今、今、殴った方が良かったですね。袋とりあえず引くか。疲れてるいや、疲れてるかな。まあ うーんとまあこれ袋を並べますかエンド前エンド前って言われてもいいんでまあはいはいこれだったらポンダー打つかこれで稲妻あったら勝ちだからポンダーはここでうんいや1枚多く掘れた方がいいかな一旦早いことの勝ち結構高いかここで稲妻探すか最後に ああった勝てるもんですね耐え <laughs> グリコンはねいいデッキですね相性悪くても無理やり勝てますね はい、残り11分。<laughs> 果たして、俺は俺に勝てるのか。いやー、時間がまずい。時間がまずいぞ、これは。明らかに、これはまずい。うーん、そして、グリーン、あんまやったことないんだよな、エルドラージポスト。ちょっとしかやったことなくて。うーん、チャリス割れるようにしとくデュレス、デュレス うん、まあ、チャンドラ入れそうだな。自分との戦い。稲妻弱そう。もう一枚ぐらい残すか。フラスターはゴミ。うん、爆薬がね、まあ、チャリスは割れるけど、チャリスだけなんだよな。普段だったら入れないけど、 普段だったら入れないけど、このリストね、コラコマが少ないから、チャリス負けしやすいんだよな。入れようかな。うーん、チャリス負けしやすそうだな。デュレスは、モノリスモノリスぐらいかうーん、微妙だな。これ微妙だな。ちょっとね、プッシュが1枚しか入ってないと、ちょっと怖いですね、これは。まあ、大体こんな感じじゃない 稲妻を全部抜くかどうかだけど全部は抜かない方がいい派なんですよね個人的には春霜稲妻春将稲妻でまあ大きいの殺せれることもあるんでうん爆薬でも入れたいな稲妻諦めるか稲妻諦めるかデュレスかデュレスか爆薬どっちか入れたいですねどっちだろうね爆薬かさすがにチャリスデッキか じゃあ稲妻を諦めますかはいうんまあこんなもんでしょうそう詰めるってこともあるんだけどねまあしかしまあ、しょうがない今回は諦めましょう爆薬にします先手はチャリスでもいいチャリスを抜けるからデュレスでもいいかもねはいキープーこのグリクスコントロールまあ僕もまあまあ回したんですけど結構ねキープ率も高くていいデッキですね いやこうやってねチャリスを通せるのがねいいんですよ強いねやっぱコラコマはこれねミラクルとかだともうウィル打たなきゃいけないんでそれがね違うやはりデッキの強みえー、とスパイグラスケアしてこっちかはいうーんいいですねやっぱこのコラガンの命令ってカード使えば使うほど好きになってきますうーんしゅ うーんまあ、ポンダーかなおこれならヒムからいきましょう。えー、っと、アンシ,アンシー、アンシーでいいかなバット、いや、アンシー、バットにするか。チャンドラ入れたせいで、ちょっとマナベース、赤赤出す可能性があるんで。 普通にアンシー、バッド、ボルカって並べますか。ヒムヒムーおランドが2枚落ちた。いいのか悪いのか。そんなコロコマが晴れるやではなんと、この街終わったらね、宣伝するからね。ちょっとね、ちょっとね、やはりレガシーはね、対戦中にね、宣伝するほど余裕がないね。 いいランド落ちたねこれ結構相手きついかもねもしかしたら目が落ちたの嬉しい嬉しい嬉しいまあ身が落ちたのとどっちが良かったんだろうねちょっとそこは難しいですけどうーんおはいイカレガシやってますよとああチャリスいやってかまああっちも割りたいなあ四4マナ2体目 ?2 体目かこれはマナの払い方には チャリスオブザボイド 2! サンキューコラゴン命令じゃあコラゴン命令しますかささてじゃあチャリス1は無視してあやっぱあれですね爆薬入れてよかったですねはいえっと破壊とディスカードとディスカード破壊とほいほいほいとこりゃ はい最後の1枚はオールジュストでしたこれで相手は結構自利品かなえはいどうでもいいやいやふうちのフクロウさんと勝負するうちのフクロウさんと勝負するコラコマ2300円ほうさようでございますかあ重いはいはいはいと なんならこれ殴り合ったら勝つそうなスルーですねこれ相手絶対このエンシェントゥームあと2回ぐらい食らうんでゲーム中にここスルーですね絶対するこれは殴り合ったら勝つうんーとまあフェッチ置いとくかほらー殴り合いじゃ そういやこれ3対3の殴り合いで相手だけエンってンティウマーあるから多分きついはずはいテクテクおうーんまあこれはでも打ちそうだな打つかなー打ちたくねえなーあんまりまあ打っていっかいや突然のリアリティスマッシャーが怖いからまあ打つかなーリアリティスマッシャー出るようになっちゃったなここはどうしようかな いや、でもこれ2点食らって8でしょ殴ったら7の2点で、まあ5点食らってもいいかリアリティスマッシャートップデッキは怖いからこのターンは止まるか ?1 回。リアリティスマッシャーに2回殴られなかったら大丈夫だから。いや、アタック5かないや、アタック5なんだけど、このディアブルクエイティクと打つのは。うーん。微妙だな、確かに。急に5マナ出るようになった。これで。 2枚かリアリティスマッシャー以外負けなそうだな一旦待つとどうなる ?8 になって2点で6で8633だからここ2点でいっか2点3点3点でいいのかポストのたっぷり考えたらアップキープちゃうえいや普通に殴ってからでよくない まずリアリアティスマッシャーだったらそもそも殴ってこれないからこいつ入れる時には基本的に殴ってきてもいいけどでここで1回打とうかなこれであと3点3点でここのエンシェンティウム2点だからまあこんぐらいかな多分リスクケア的には ああ、ストリックスがこれで落とされるようになった。ちょっと1点ずれた。いや、あれなんですよ、ね。このターンにリアリティスマッシャー走られると、敗着になりそうだったから、このターンは止めておきたかったんですよね、一回。そのダメージ的に、相手の、相手とのダメージレースしてるとこなんで、今。し、まあ、これは結局ね、332がいたら一生打てない塾なんで、 これ以上、まあ無駄に食らうこともないかなと。ほら、急にライフ減ったでしょはい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 、エンドブリンガー。<laughs> 3点入って1なら勝てそうか。裏表、表あ、いやでも、タップで1点タップで1点これで1点か。うわ、さっき投げなかった1点分で負けそう。下手くそー。 いや、1点足んねこれは、えっと、ダメたっぷり1てうわー、1点足んねさっき投げなかったせいだ。下手くそ。最高だな、このゲームは。やはり。いや、下手なやつはすぐ負けるな、このゲーム。いいゲームですね。いやー、さっきの1点、ほら、この一。はい、みんなもね、こうやって負けるんですよ、と、人は。 いや、どういうラメ下手,くす下手すぎ。で、これでワーピングウェールで一体死んで、次のターンティムで行ってんだから、ほら。いやー、下手だな。いやーで、スマッシャー無視して投げるべきだったか。難しいなー、このゲームは。くそなんも引かねえ。いやー、これは完全に自責ですね。 下手でしたねくそソマジであんま引かなかった <laughs> あのあとのあんま引かなかったくー下手すぎーまあでもサクサクやったおかげであと7分あるんでまあそこは許しましょういやー即死はないけどな5点4点って入ったらなー結構怖かったんだけどなー良くなかったないやー下手でしたねはいこうやって人は負けるんですよと まあそういうこともあるね44、まあ、もいるから入っててディアブレックエディクトでどうしようかなまあこれでいいかなデュレス打ちたくねえなやっぱ濁流はインしたくないインしたくないライフがきついこんなカードうーんちょっとねまあ肉で止めるかうーんまあこのままかなデュレス入れるかなモノリースチャリスか 後引き弱いからやだなリディアナリディアナもな盤面止まらんしな、まあ、稲妻1枚入れるかどうかぐらいかやっぱうーんうーん負け目をケアしたはずが負けてしまったくー悔しいランド1枚減らしてもいいんだけどな相手がウエストランドとかされないデッキなんで、まあ、土地ぶっちゃけ21もいらないんだよなまあいっか重いしなちょっと4が はいこのままはクヌマダメガマリガンガノーランドクここれはいかれるぞこれはいかれるこう沼しか来ねえおい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 もうちょいシャキッとして マジックに勝てないよモノリスリシェイパーリシェイパーマイナーんえっとえーっとモノリス抜くかモノリス抜かないと3ターン目に出ターン目に出てくるのかこの3人がしょうがないかいやー このゲームはいいゲームです、ね、いやそこで殴んないのは結構いい判断だと思ったんだけどなそうはいかんかはいはいはいまあまあこれはいいですよと <laughs> うーん寝めしすれば止めたかったけどな くーどうしよういやー打つかさすがにうん最終的にダメかなー打ちそうだなクうーん,うーんいつかライフの方がきついか 赤いカードはチャンドラとコラコマとうーん三シーかさすがにヒム入ってるからでまあウィルキッ何かでかいのにはウィルキッてかなディシェーパーハンデスネイタが良かったかな うん、そういや、それは俺も思った。ちょっと、リシェーパーの方、ああ、ああ、ダメ。ちょっととりあえず乗り込みよう。能力を解決して。リシェーパーにいた方が良かったですね。58はきついか、さすがに。58はきついか。切るか。58は殴りに行けなくなるな。 クーダ,ダブマリが泣いてるのねーああこの世の終わりこれはいかれたやろこれはいかれたやろさすがに うんくっ。いやー、はい、という形でね、このゲーム、ワンミスで負けるんで、これはあかんぞと、2-0で勝ってそうなゲームでしたが、残念ながら敗れてしまいました。え ?7、まあ、まだか。 いやまあまあ、まあまあまあ別にね、その、ここでミスってもね、本番ちゃんとすればいいんでね、こうやってみんなの前でミスってもいいんじゃないですかとん。んああ、これかこれが最後火力で打たれたのね今、今。7-1で投げられました。はあー。なるほど。っていう感じでまあね、サクサクいきますか。 うーん。あんなパターンで負けるのか難しいな枚数的にはね、リアリティスマッシャーの方が多いと思うんだよな本当にあれ殴んなかったせいで負けたけど、ミスなのかなちょっともう一回数えちょ、ちょっと待ってね。どうだろうな明確にミスなのかな明確にミスっぽいな どっかで他の選択肢がなかったか考えましょうヒム打ってでコラコまでディスカードしてまあここまではまあいいよねいやリアリティスマッシャー殴ってきててもまあライフは1残るから一応5点4点でうんよかったかなそれでも いや5点5点か5点4点だから一応1残りますちなみに負け目が出そうだなと思っただけでリアリティスマッシュ殴ってきても即死ではなかったから無視してよかったかかなちょっと1点が思ったよりも重かったっすねちょっとぴったしのつもりだったんですけど 1>, 1点計算間違えてましたね。なんかビリビリいってる。うーん、ここですね。止まる手札がドローして2枚になったから、7だと、7だと、いや、でも、まあ、電子エン,シェンティンの2枚目と一緒に出てきたんだよな、これ。うーん。 あ、スマッシャー入ってないのいや、フリーマッチは勝ちの目見た方がいいのは、それはまあ、まあ、ごもっともなんですけど。いや、こっからどうするかだなここの時はエンセントゥーム1枚で、まあ、ライフが6になりそうだから、1回使って3点3点で決めようと思ってたんだけど。うーん。 まあ確かに、一回殴って、スマッシャー食らって5になっても、次のターンブロックすれば、まあ1点残るから、無視してよかったか、リアリティスマッシャーでも。うん、ですね、ミスですね。いやー、ここのアタックもらっとくは、うーん。あるか、まあ確かにね。結局、殺したことでマナが増えて出たからね、今。うーん。 確かに殺さなかったら出なかった。うーんなるほどね。難しいな。マジックは難しい。はい。っていう感じで、じゃあ、まあ、2戦目いきますか。ちょっともったいなかったですね。1本目がね、割と細い筋たどって逆転勝ちしただけに悔しいところですね。うん、せめてエンド。 あだから結局、エンドでも結局、それって殴るってことだよね。要するにはあ。リアリティスマッシャー来なかったら殴んないか。うん、ビヨな。えー、うん、結局、ロを殴るか殴んないかのところだからな。フクロウを殴らずに、リアリティスマッシャー来なかったから、どっちなんだろうな。いや、一旦に2回判断誤ったじゃないね。別に、それは違うね。 その,いそのセットだからエンドでもよかったってなるともう3点食らうってことだよな要するにまあスマッシャー来なかったからここは3点食らってもいいやでエンドに入れていくとかまあそれはあるかなそれはありそうかあるかなまあありそう確かにありそう難しいですねうん それはありそうですね。確かに。その、最悪をけアして立たせたけど、最悪にはならなかったから、一回テイクして、エンドネディクトして、っていうプランは、まあ確かに悪くないか。その、一応ね、2点、3点、3点で勝つっていう俺のプランだったんで。うん。プラン的にはね、そっちの方、それでもよかったですね。うん、スマッシャー一回、あのターンに殴ってこなかったら間に合うっていう想定だったから。 うんですね、確かに。俺の中では殴らない、殴ってきたら打つだったんだけど、殴らないかつ殴ってきて、もう打たないっていう選択肢を考えるべきだったね、もうちょっと。うん。うん、<laughs> やりそうだけど。うん。 んやりそうだけどセットランドむずいなうんいやまあキープはするかなセットランドどうしようかな沼から行くかなコンボの時はブレイン打ってでも探すないかビル探す可能性あるかなフェッチ置いてゴーヒムだけだからまあアンシーゴーでもいっかいやキープはするんだけどアンシーゴー ボルカ号で、エンドにブレーストは打たずに、アンシー号で、相手がコンボだったらブレイン打つかもぐらいで、ボルカ、沼、ブレインかな。うーん。まあ、キープはするか。ボルカスタートかな。沼スタートかボルカスタートかフェッチスタートか結構難しいな。も模み消しされんのもほらしいから、ウェイストランドはされてもいいから、まあ、ボルカスタートかな。これは。難しい。 いや,ほんいや、レガシーはね、一旦に考えること、そのランドセットから考えることがあるから、難しくて楽しいですね。シマゴう、しまは、ミラクルかスニークかオムニイメージ。え、ね、バッテリーが少なくなっています。ちょっと待って。え、ね、なになにあー、なるほどね。はいはい、OKOK。 まあ何が起きたかというと要するにあのあれなんですよねこのなんかマルチタップのオンとオフを間違えてたっていうまあ普通にストリックス出しますかまあ奇跡かスニークでスニークだとしたらこれはちょっと甘いこのプレイはあのエンド前ブレインからの方がいいんだけどミラクルだったらこっちの方がいいちなみに今は何も考えず適当にやりました 放送のためミラーいやポンダーまでは分からんこの後のランセットああまだ分かんないどっちもあり得るどっちもあり得ますねこれは うんう。んメインでブレイン打ってもいいな。これ、ランドセットしてブレイン打ってもいいな。アクション、放送でもちゃんとやって。はい、やります。メインでブレイン打って、ヒムだったら、ヒム打ちそう。それか次のターンでもいい。まあ、ブレイン打つ裏目、あんまないか。いらないカードはたくさんある。 んとフクロウとか引いた時に変わる。ブレイン打つか。引いていいカードがまあまああるな。まあまああるか。で、これを消されることはない。すね。ピアスもあれも大丈夫。はいはい。よいしょ。気楽に行こうと。そうそう。まあまあ、別にね。負けたら死ぬわけでもないからね。気楽に行きましょうやと。 ね、これやっぱね、レガシーの配信は難しいですね。これは別に何もいらないかな。欲しいカードが何もない。結局ポンダーでまた何か探すだけだから、あ、イカー放送嬉しい。ありがとうございます。そう言っていただけるのが一番嬉しいです。なかなかね、僕も放送してないんですけど、なんか、たまに大会出ると、あの、いつも放送見てますって言っていただけること多くて、とても嬉しいですね。こうやって、定期、不定期的に、 1>, まあ1ヶ月1回ぐらいやりたいなと思ってるんで。うん。いや、レギュラー復帰ではないですね。しましま。あ,あ、ミラクルでした。はい。スナップキャスターからポンダうーん。どうしようかな。どうしようかな。ウィル引いたらジェイス出すんだけどな。このデッキジェイス2枚か。 ジェイス二枚か、ジェイス大事にしたいな。ジェイス大事にしたいな。まあウィルはウィルは打たれてもいいかなこういうリストね。ケス、ジェイス。うーん。微妙だな。微妙ですね。ネメシ、ス一一ブレインからネメシス。裏目がターミナス。二ジェイス。 えっと、裏目はウィルと普通に交換。うーん、ターミナスは別に食らってもいいか。そんなにきつくないしね。相手もこのマッチアップ、ターミナスそんなに残したり、そんなに上に残したりとかしなそうだしな。ブレインしてフェッチして、ネメシスか姫探しますか。 うんまあ別に悪くないけど嬉しくはないなうーん5枚目のランドがいるからなまあ1枚はこれ絶対戻すまあアンシーだけは絶対戻すまあランドランドって戻しちゃっていいかなまあ春庄からまたランド探せるしねはいはいであ島の方が良かったかもいやミスったなこれこっちから島だなこれ ミスった、ミスったよ。吹キるフェッチ違うよ。ここ島だよ。BTB されたら負けるよ、これ。おい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 、知らねえぞ。BTB されたら負けんぞ、これ。おいおいおい、島が良かったんだけど。もうやっちゃったものはしょうがない。やっちゃったものはしょうがない。安心するのに持ってこよう。くぅ。どっちでも一緒じゃないんだよな。 頼めおトガめ BTB 来てくれーいや結構来そうだなーこれ相手もしもしも平地って置いてるしなー来い BTB 来いカモンああ違った違ったけど全然きついけど除去ねえけど <laughs> 全然きついけど 全然きついよ。除去1枚もないけど。えまあまあ、でも、これまだかわいい方。さて、ブレインフェッチ。あ、ヒム。えー、まあ、まずはブレインかな。ブレインかな。ブレインかな。メンターバンス。 うんどれも美味しくないなヒムは絶対打つんだけどこのターン多分ブレインから稲妻探しつつヒムかなおおむねおおむねそれだねで黒黒あるからまあこのボルカは一応取っとくかこれで島持ってこれるようにするかはいはいプッシュか稲妻よし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  しまあストリクスはいらないかストリクスはいらないねおおむねいやまあ上に置いといてもいいかあとでもらうかだけ考えよううんどうしようかな稲妻ヒム打ってビルされて稲妻だから いや、もう残り18分しかない。これ、こうやって喋りながらね、その、思考を解説しながらやると、時間足らんっすね。うん。そ引きは空時間足らんわ、これ。2枚目のヒムを考えているよりは、稲妻、確かに2枚目のヒムっていう選択肢もあったね。確かに。おっしゃる通りです。ヒムからかな。 ヒムの方がウィルを打たれやすいからヒムから行きますとはい確かにヒムヒムっていう可能性もありましたね稲妻ない時にはいてかまあプッシュもあるあのこのデッキプッシュ少ないからまあいいかそれははい はい、あ間違えたトリガーする前に打とうと思ったのにまあいっか一緒かウィルなら一緒だからいっか <laughs> ウィルなら一緒だからまあどっちにしろ一緒ということではい終わりとはいっていう形でまあこうやってメンタートーク並びましたけど現状ネメシスが盤面止めてくれてるんであんま怖くないかなテフェリーとかじゃない限り大丈夫テフェリーだとやばい テフェリーはやばい。テフェリーはやばい。テフェリーはやばい。言うたな。うーん。まあ、今、返し一応、春書を引いて落とせるから、まだましかな。さて、上の、上のストリクスもらうかどうかだな、これ。もらってもいいか。ストリクスもらうかな。もらってどうする さあここです。ストリックスをもらって、ストリックス出して、ドローして、フェッチ置いて、春将稲妻か。うーん、ストリックスランドがいるかどうかな。ストリックス、1面止めるために欲しいかな。いや、でも、ウィルかなんかの方が欲しいか。ここは、あ、ちょっとやめよう。3、1、うーん、ストリックスいるかな。むずいな。むずい い、まあ、らない方にしましょう。じゃあ、今回は。まあ、お試しで。ヒムとかの方が引きたいんで。あ、ああ,あ、あ、ついてない。ちょっと待って。ついてない。チェックついてない。あ、もうダメもうダメっすか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 あー、ダメだ。チェックがついてなかった。くこの設定。とのため、まあ、ストリックスを引くことになりました。 まあ、ストリックスもそんなに悪いカードじゃないんでね。えっ、ー、と、ストリックス、フェッチって積んであるんで、あれ逆じゃんなんで <laughs> うん。まあ、これはこれでいいか。<laughs> あれ <laughs> いや、よくあるんですよね、これ。MO だからね、これあるんですよ。積み方よく間違えてるんですね。リアルだったらこういうの起こんないのに。まあ、これはこれでありかな。 いや一応春翔稲妻で春章カウンターされた後もう一回春翔稲妻いけるいけない <laughs> うんいやお前だってつらいよ <laughs> おかしいなはいそうリアルだとないミスをね MO だとするからねさて うーんカウンタースペルを2マナ立ってるところで使わせるよりはアップキープにするかアップキープにするか2マナ5マナでウィル打たれる可能性もあるけどまあそれならそれでもう一回春書出せるからまあランドセットするかなランドセットは最終的にそうだからするか で相手のアッププキープかなここで相手のわざわざ2マナを使う必要もないでしょういやでも自分のターンの方がこのメンタートークのサイズが違ったのでは難しいですねこういうのはの相手のメンタートークのサイズを気にするかこう,そう,こういうブレインストーブみたいなカードをケアするかなんでこれは多分メインの方が良かったパターンですね うん難しいねこれ33になって殴れちゃいますからねうんとまあまあ言うて別にまだこのメンタートークンでも殴り負けるほどではないのでネメシスがいるためねっむずいよねああいう時にメインで動いてカンスペされて なんかね、難しいね。まあ難しいね。あとね、いや、多分このフォーマットが一番このね、喋りながらやることに適してない。<laughs> あーし、OK。全然向いてないね、これ。 時間も気にしなきゃいけないしあキきゅええー、そんなの入ってんのすごっえすごいこれ初めて見たへえへえへえあれですね いや、しぎれいがなくなって強くなったんですね、多分いや、でも視聴者サービスね、切るのはね、放送の意義がね、反するじゃないですか。うん。勝ってくれた方が嬉しい。まあまあ、それはね、プロツアーまで待っといてきましょう。申し訳ないけど、やっぱね、やっぱ練習はしょっちゅうミスって負けるもんなんで、こういうゲーム。その練習期間の勝率ってね、そんなに大,大事じゃないんですよね。 そうオジトークの出番まあでもしきれいなくなったから強くなったんだろうな多分とは思うなんだなんだペイコストなんだなんだ、ね、なんだなんかやめたうーんエンド前フェッチフェッチブレインしてバウンスするか え知らないこれこれを知らない蓄積された知識庭のワンドロー2枚目はツードローうん <laughs> まあここは普通にアンタップするかうさてとまあこれだとこれでまあ あやピアスたまに入ってるなピアスミラクルたまにピアス入ってるからこっちからいくかはいさてまあえー、っとこれが落ちることはないのでまあ一回トークンバンするのが一番大人かな一応一回トークンバンすれば絶対落ちないから これが一番大人。硬い。こういうのはね、まあ出しても結局ソープロとかされて大きくなって2体で殴って落とされるんで。で、まあこのフェッチ使ってストリクス出して5かな。フェッチプレインもあるけど、まあまあ。赤ブラ、いやいや、まあ赤ブラはメインは基本気にしないことにしてます。ケアしてもしょうがないんで。 なかなかねケアしてもしょうがないかなととりあえずそんなにケアしないことにしてますメインですまだメインです長いですねで殴らずゴーして、まあ、まあこれだとミラクルってジェイス落とすのって、まあ、あの議会の採決ぐらいしかないんで はははいはい、はいまあ全然これは OK ねうんまあこれはジェイス落ちないんでこれなら全然 OK はいエニオーダーめんどくさいんでそう時間ケア、まあ、まあ本番だとねこんなに喋んないからねでジェイスが出てきたよと相手もで相手がブレインから入るとこっちがね稲妻でいいんでこれねこのミラーマッチのこの対決の強みですね んとまあプレイにするか稲妻なに何稲妻、おケスケス消す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 出してみたい出してみたい <laughs> ちょっと待って出したいぞ消すしかし時間がねえな消す消すにちょっと構ってる余裕はないな消す普通に戻しそうだ いやあ消すからウィルブレーンいやーいやさすがに稲妻探すかいや消すにかまってる余裕はないためいやちょっとね消すにも心惹かれるところがあったんですけどまあそんな余裕はないためまあブレインストームあーあーなるほどねそうくるか だったらコラコマを上に置いて2点打って回収するかうんむずい二枚入いや稲妻3枚入ってますこのリスト稲妻3枚入ってるので今こういうプラン取ってます で、これで一応ライブラリートップが2枚目の春章ね。これ、まあ、硬い。はいはいはい。で、これで最悪ウィルキっても、えー、とライブラリのトップが春章のはずなんで、その操作ミスをしてなければ、まあ、硬い。かなと。多分これでもうジェイス捨ててくると思うんで、このグリクエスコントロールというデッキは、 ジェース対決にすごい強いんですよね。稲妻とコラコマと春章がたくさん入ってて、相手のジェースに結構触るんですよ。これ今有利ですね。ちょっと有利ですね。相手の方が手札多いけど、まあ、こっちのジェースなかなか落ちないんで、多分。時間が不利ですね。あメンター2枚目きちー。これはね、きつい。これはちょっとまずく、あ、ウィルしてもよかった。ミスった。オッケーしちゃった。ウィルした方がよかったです、ちなみに。今、 今ノリでオッケーしましたけど、絶対ウィルした方がいいです、これ <laughs>。今喋りながらコメント見てたらオッケーボタン押してたんですけど、何のためのウィルなのかと。はい。まあ本番だとこういうことはないんでいいんですけど、おいおいおいと。きついって言ってる間にオッケー押してましたね、今 <laughs>。いや、絶対ウィル打ちますね、これは。これ結構数少ない負け目の一つなんで、今。これは絶対ウィル打つべき。です。はい。 これ今のは負け目作っただけですね、はっきり言って。その、このジェイスを相手はどう落とすかっていう今ゲームなんで、ほらね。はい、なんで今話してて、ウィル打たなかったせいで、急に負けそうになりました。先にウィル打てば、相手メンター出る前にウィル打つんで、メンターがそんな機能しないんですよね。っていうのは分かってるんですけど、まあ今 OK をしてしまったため、 やはりこのゲームは配信に向いてないんではないかというそういう可能性が高いですねうんそうなんこんな盤石だったのに気づけば結構きつくなってしまったねとそしてあれ あ俺フェッチしたあれフェッチしたっけフェッチしたっけうん分からんあれさっき選手を上に置いてからネメシス出したはずなんだけどなうんまぁ、あ、いっかあれブレインストーム打ったあとあれ フェッチしてた <laughs> もう喋ってたから覚えてないわ <laughs>。だったらまずいですね。じゃあブレインしますか <laughs>。え、マジで <laughs> そんなバカな。いや、全然。<laughs> うーん、これはね、これはまずいですね。時間もまずいし。いや、いや、多分ね、ゲームは結構ね、これでも勝てるんですけど、時間がまずいとにかく。 時間がまずいなうん時間がまずいですねやはりこのレガシーというゲーム時間を使うんじゃちなみに相手は17分あって僕はもう10分を切りました大丈夫かなはいそして OK OK を押してしまったため免停が出たため盤面はひどいことになってますとちなみにこのリストに濁流は入ってないですこのリスト濁流これで濁流入ってないのやばいなうんこれはまずいですね いや負けではないんだけどでランド置いてないからランドを置いてからかそうしかしいやそう全然ねゲーム的にはまだ何とでもなりそうなんだけど時間がまずい単純に。 でとまあ一応2点とディスカードに打ってとでまあジェイスンはもしかしこれ相手のメンターが膨れ上がるのでかなりきついよと5は5はこれ負けてる ?5 は負けてる ?1 体通って負けそうだな はい。っていう形で、このメンターにウィルを打てなかったせいで、ワンミスで死亡ですね、これは多分。これ多分死んでます。これ、全然、集中できないとやばいな、やっぱこのゲームは。はい。っていう形で、はい、負け目がなかったメンターで、通るはずのないメンターで今負けそうですね。本当はただキャントリップしてるだけだったのに。これ今、相手ウィル引いてなかったんで、 このメンターをウィルしていれば何も起こらなかったんですよねなのに相手はメンター通ったからこんなにキャントリップ打って勝ちと、うん、はいなんで1回1回 OK を押したせいで今ゲームに負けるとこですこれはでブレインストームあでまあ負けてるね はいっていう感じですねなので勝ってたゲームを負けましたよとまあまあまあそういうこともあるんでねこのゲームは奥が深いですねやはりえーと相手赤入ってたから、まあ、ハイドロブラストも1枚入れますか涙 <laughs> そのねその絵文字かわいいですね顔文字うん 顔文字かわゆすまあ袋をこんなにいらないんでで稲妻も3枚はいらないんででプッシュはいらなくって消す消すどうなの弱そうだな向こうアイドルさよなら勉強になったでしょってでウィルはねそんなにいらないんだよなデュレスは欲しいなデルージュは欲しい なんか多いななんか過剰に取ってるなうーんなんかちょっと過剰だな入れたいカード今ざっと入れたんですけどまあふだだったら赤ブラ用に入れるハイドロブラスト入れなくていいかなこんなにあるならちょっとハンデスもたくさんあってフラスターも3枚もあるんでちょっと肩かな 結局赤ブラにしか当たらないんで、ハイドルブラスターはいらない。で、まあ、ウィール。ウィールも3枚いらんか。2枚でいいかな。うん。さて、ここからあと1枚どう抜くかかな。まあ、ランド。うん、結局ランドの伸ばし合いではあるが。うん、なんか、普段、これまでちょっと回したリストと違うので、サイドインアウトの勝手が分わかんないですね。どうしようかな。 ラストホープはメンター春賞。うーん。ラストホープ入れないのも気持ち悪いけどなさて、倉田くん、これどうするんですかね倉田先生見てれば、見てればサイドボーディングの指南をいただければと。どうしようかね。今入ってるもの、だいたいあとは全部欲しいんだけど。 うんまあ、ウィルはね、まあ、ぶっちゃけあんまなくてもいいんだけど、こっちの方がアドバンテージ取れるから、あってもいいんですよね、結局。もう一枚抜くか、ウィル。まあ、リリアンでもいいかな。ラストホップ強いけどな。うん、ウィルいつもは2枚は残すんですけど、僕は。サージカルはいらんかな。そう、ターミナスがきついデッキじゃないから。うん、じゃあ、まあ、ウィル抜くか。 ビルちょっと抜きすぎててこれカウンター合わて負けそうだけどなまあ大丈夫かえーっと後手取りましょう別に怖いカードがないパイロブラストも3枚入っててカンバラとアズカウンターもきつくないんでハンデスもあるし後手取りましょうはいキープです そう、固定を取った方がいいですよって教わりました上手い人たちにでこれは次のターンヒム打ちたいしそのえー、と、カンバラとかちょっと強いカードあるんでカンバラーズカンとは嫌なんでまあデュレス打ちますかあピアスかなピアスかフラスターをここで打ってくるかなはいはいブレインストームでした デュレスはまあ珍しいですね。まあ思考囲いでもいいかなと思いますけどね、個人的には。フラスター、フラスター、赤ブラ。うん、ウェアティア、ウェアティア、なんで入ってんのうん、まあ赤ブラ抜くか。フラスター2枚あるから、フラスターすいてもしょうがないから、パイロブラスト抜いて、ベンディロンで仕掛けるプランですね、これは。はい。こんだけ喋ってますが、当然のように喋ってるため、時間が怪しいと。 相手から見てね違うからねでこれは3ターン目にベンディリオンから仕掛けますよとでフラスターはフラスターって普通に打つと2マナ払いなんで4ターン目にヒム打つと相手は2アクション取んなきゃいけないんでヒムは4ターン目に打ちましょうディッチャーああなガケアかなるほどなるほど確かにそれはありそうですね でまあ、エンド前にベンディリオンしてメインで2マナ立ててヒムかなそうするとまあフラスター2枚かもしんないしまあカンスペかもしんないですけどまあカンスペはどうせよけれないんで、まあ、まずベンディリオンからですねここはブレインストームまあこのブレインストームで相手多分ねフラスター1枚戻すんじゃないかなフラスターだけ2枚持っててもしょうがないから で、このベンディリオンはカウンターされたら次あ,あのコラコも打てるんでシュッシュッシュッとちょっとランド祭りってかねランド祭りなのはいいんだけどフェッチ1枚ぐらい引きたいなカンスペかなうんこれだとねほらヒムが刺さるとこですね今 ほら、ランドは、フェッチが一枚もないせいで、ブレインストームが弱いっていうね、この結構悲しいパターンなんですよね、これ。はいと。なので、ヒムは2マナ浮きで打ちましょうと。これだと、まあ、絶対通るんで、基本。これ、このマッチの基本ですね。なるべく、その、フラスターとかされないように。このヒムをいかに通すかが、このマッチのコツです。2対1交換なんで、これだけ圧倒的に。 うん。フェッチを引きたい。いや、<laughs> マジで。えぇ、ー。ベーシックラン、ちょっとノーフェッチだけこんだけ引くの珍しいな七7枚引いたぞ。これは厳しいなぁ。春書。春ブレインストームか。 はいはいうんどうしようかなここでここでコラコマ打つとうんスタックでブレーン打ってもよかったなここでスタックブレーン打つとヒートフラスターが。 ダメか、どっちにしろフラスター、ハンドフラスター食らうから、次のターンか。うーん、ちょっと、まあまあ、まあでも急がなくていいか。はい、ちょっと、あまりにもハンドがあれなので、あれですが。なんでね、やっぱフェッチは引きたいんですよね。この、この価値が違いすぎる。現状ね、今ブレイン打っても弱いんですよね。この戻したカードを引くことになっちゃうんで、なるべく打ちたくないから、ちょっと我慢、まだゲームは長い。 そしてその長いゲームに耐えられるのか、俺の時間。あ今来た、ご機嫌よう。はい、ご機嫌ようです。で、相手これ多分殴って5なんで、ここは。で、そうなるとこのコラコマも打てるかな。相手アクションしないから、多分このターン。多分五。今有、相手多分優勢だから。 いや今コンバットの後に撃ってもよかったなミスったなミスったかなフラスターされたくないからどっかで先に打ちたいんだけど自分からまあいいかこれだったらエンドにコラコマでやっぱエンドだよねはいでまあこの瞬所は無視してディスカード回収ですねまあ一応赤ブルぐらいやるふうにしましょう こうやって、大体、こっちの方がアドバンテージ弦が多いので、基本ちょっと有利ですね、このマッチは。ちょっとじゃないかな。結構有利な感触です、現状。で、次のターン何も引かなくて、多分稲妻打つことじゃなくて、えーと、ブレイン打つかな、メインで。で、はいはい、春章打ってから、春章してから、フラッ,ッターカンスペかな素直にカンスペか、ここは。 ここはカンスペですね相手あ,あブレインストーム打ってからフラスターかはい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 ブレインストームからフラスターですここはやっぱねこのカードね春翔はねミラーマッチ系は強いんですよねでフラスター打ってきてまあここからですねはいまあこれは無理ですよと払えませんでしたと ちょっと普通のランドショーを引いてないせいで、フェッチを引かないせいでかなりきつい状態になってます、現状。ノー。ノー。だから、まあ、どんなところに気をつけてプレイしてるかっていうのを、まあ、みんなで学んでいこうね、みたいな感じですかね。その、多分この配信しながら、まあ、見せるのは、まあ、結構当たり前なんで,で、その考え方だけでも、まあ、覚えていっていただければ、 調達に繋がるんじゃないかなと。ね、やっとフェッチヒット。もう、おい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 。ええー。おい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  <laughs>。ちょ、いちょいちょい。ちょっとちょっと。<laughs> ちょっと待って、ちょっと待って。<laughs> うん、きついな、さすがに。<laughs> これはきついな <laughs>。おい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 、これでもうあれか、め、ちょっとメインで打たなきゃだめか。いやー、きついなー。 んーいやさすがにきつい身がねえリディアナあたりあーはいひどすぎ <laughs> <laughs> いやーこのマッチ全然負けないんだけどなやはり こういうこともありますね。<laughs> ああまあまあしょうがないかとえっと,、えー、とフラスターケアまあどうせこのフェッチは最終的に置くから置くかこのフェッチから置くかはいはい。 はい、しょうがないし,しょうがない、こればっかりは。一応、このトキシックドリュージー、えっ、ー、と、毒の濁流は、なんだかんだで、一本目みたいに、メンターから仕掛けられて、トークン並んで負けることがあるので、基本的に、えっ、ー、と、毒の濁流は入れることにしてます。まあ、メンター以外、そんなに負けないんで、メンターとね、ジェイス、まあ、BTB みたいなパターンはあるんですけど、メンターはね、明確にやっぱ、くー、いやー、しかし、 ここは相手も構えてるからゴーするかまあ大体これは時間負けですねおおむね時間で負けると思いますあじゃあ自分じゃあブレイン打って赤ブラかなんか探すかなんかあるだろうはいはいありましたよとカウンターターゲットスペルと いや、そう、別にね。で、これは、まあまあ、終わりか。そう、時間がないよね。全然ゲームとしてはまだ続くんですけど、これがね、多分ね、俺のね、この放送しながら結構ちゃんと全部解説するのと、このレガシーっていうフォーマットの相性がかなり悪い気がした。ディスカード回収と。 これはね、相性悪いね。春章の3枚目以外はそんなにラメらない。はぁ、あ、よう持ってるね。これ、ブラインから2枚目のフラスターされるのかなうーん、我慢するかな我慢してもよかったかなこれは。これは急いだかも、ちょっと。いや、よう持ってんな、スペル。いや三3枚目の春章持ってんの、しかも。 うん <laughs>。いい、こっちが春章0枚なのに <laughs>、それはきついね、さすがに。いや、そう、フェッチは切るよ。いや、あの、ね、フェッチは基本的にアップキープに切ることにしてるんですよね。その、もう、この、レガシーの癖として。もう、それはもう、なんか、修正、修正っていうか、まあ、あれなんで。 しかしあこれは強いゲーム的には全然まだまだいけますよと相手だけ春章3枚ね引いたからねその分でだいぶこっちだけ土地が多くだいぶ厳しいゲームでしたがあーっと あジェイスこれはこれは行かれたかねえっえジェイスブレインした方がいいよさすがにサイド後はえそれはないだろうなんでえと思ったら噛み合ったマジかうーんまあいやこれで瞬勝落ちればまあ赤ブラ打てるし あ春書落ちたオッケーでまあ春書赤ブラをしましょうねとメインでやるっすかなまあこれはメインでやるそうですねえシュシュシュまあ普通は相手手札ゼロなんでうー、まあ何でも持ってるマジでこれは負けですね化けンさすがに ちょっとあれでしたね土地が多かったしねちょっと通常ドローの土地が多すぎたこれ2本目ですねまあ今時間で負けるとこなんでまあもうダメですけど <laughs> マジよえな まあまあできる限りありますかベス,ベストを尽くしましょう、まあ、スナップキャスターもらってともうこのランドはなるべく置きたくないかなまあそれでも置きそうだけどねこれはまあこういうゲームですよって感じですね まあでも結構まあね、まあ、1回目がブレインストームじゃなかった分 <laughs> くさ<っ笑>はいはい <laughs> いやさすがにねちょっと引いた身の枚数が違いましたねはいっていう形でまあ負けかなと <laughs> まあそういうこともありますねはい負けましたということでまあ別にまあそのミスクリック1本目のねミスクリックが全てでしたねすねは大体1枚ですねまあ別にまあ放送しながらなんでまあこんなもんかなと いや、マナフラウケはね、このデッキは、春昇コラコマっていう最強のマナフラウケがあるんで、別に大丈夫ですよ、基本的には。どこだったっけここら辺か。ここら辺でしたね。ここだっけなんか、やはりちょっと喋りながらやるの難しいな、レガシー。他のフォーマットだとここまで広くないんですけどね。ちょっと時間が足らんっすね。ここか。 ここでしたねうんここかここがねまさかうーんメンターきついですねって言いながらねウィルを打たないって OK を押してしまうことになるとはまさかの僕も思いませんでしたね <laughs> 大丈夫本番はしないだって OK ボタンないもん本番は <laughs> これ本当だったらね、相手ただキャントリップ打ってるだけだから、全然このメンターさえ消せば、このジェイスも落として、なんなら余裕だったんですけどね。はいはい。まあそういうこともありますね、と。ふざけたらあかんぞ、と。いや、この放送もしかしたらね、原田君見てるかもしんないけど、大丈夫安心してうん。本番じゃこんなのせんから。そこだけはご安心くださいね、と。 うん、GP お疲れ様でした初戦ボコられたマンお疲れ様でしたご対戦ありがとうございましたしあポーテンとこっちにやってたのかいやそういうのも見えないからないもだと。 いや、リアルだとついついケ、OK、ー出しちゃうことは、少なくともプロツアーだとないですね。もうその、おいや、1回のオッケーの重みが重すぎるから、<laughs> そのね、軽々しくケーを言ったりはしない。わー、キープ。ー、さすがにぬるいかなー。 えー、こういうハンドが一番悩ましいんですよね。まあ大体やるよりなんですけど。もう、こういうデッキ使ってる以上は。いやー、ボルカ2枚も弱いなー。ヒムも打てない。ヒムも打てない。コンボにも耐性がない。除去もない。いやー、ちょっと弱いなー。ちょっと弱いねー。 と弱いで、まあ、こういう微妙なハンドが来て、やるかどうか悩んだら、練習なんでキープしましょう。うん。基本は、練習はキープして、うん、やっぱどうだったかなって言って、本番でマリガンすればいいんで、悩んだらキープします、こういうのは。これが良かったか悪かった、後で考えましょう。一応、これで根間持ってきて、ストリックスで、まあ、レガシーはね、そんな、特に最近のレガシーは、 そんなに瞬殺されること少ないんで昔よりは厳しくないかなと思いますけどねなんかスニークショーとかリアにはいますけど割とフェアデッキの割合高いと思ってるんでうんうん <laughs>、えー、まあこれだったら島まだしアンシーからいきますかね 島から本当は行くつもりだったんですけどあんまあ、ヒム打てるようにしたいんではい安心から行きましょうギレイが禁止されたことによってえっ、ー、とですねそのリアニとかが増えるかなと思ってたんですけど予想以上にあれですね今デスタクが多いですねデスタクとか石火事デッキが増えましたあの四色レオボルドがいなくなったからそのコラガンコマンドを打つデッキが少ないんですよね今 うーん、アント。いやー、ミラーマッチか、ミラクルか、え、ミラーマッチ、ミラクル、スニーク、アントか、どれかだな。うーん、どれかなので、まあ、これはヒム打ちましょうかね。これは打ちそうですね。で、まあ、ウエストランドデッキではないので、まあ、沼、あ、でも、BTB あるし、色物な余裕あるから、沼でもいいか、これは。沼かな。沼持ってきてヒム打ちますか。 いや全く絞れないけどいやでもアントとかだったら絶対抵抗とか打ってるからなおおむねミラクルかスニークだと思うんだけどなヒム打ちそうだなまあ最悪瞬勝からヒムもあるから4ターン目バリューが一番高いんでヒム打ちますか で、まあ、返し BTB とか嫌だし、まあ、マナベースは余裕のなので、沼持ってくるかな。青青、どうせしぎれいもあるし、まあ沼でいっか。まあ、こういうところが難しいですよね。アンノーンの時に。ヒムントゥー・チューラク。ブレインストーム。からのフラスターかもうね、いや、レガシーはね、マジで難しい。その わかんないこれでデッキがスニークかミラクルだと思うんだけど多分たまにアントだったりするからなあミラーマッチっぽいリリアナズラストホップ落ちたミラーですねこれははいバッドゥいやーこれミラーあれだな時間足んねー多分。ミラーマッチやねー時間がかかるんですよーあやば ミラーですねうわしかもマージスペル2枚落としやがったおいおいランド落とせよ <laughs> ランド落とせよミ二 2, 2枚落とすの反則だろうちょっとちょっと黒1ナは相当シーズかおい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  相手ヒムうまいやんって。ねえ。いや、ねえ、あんだけランドあったから1枚ぐらいランド落としてほしいですよね。スペルさん、ランドさんでスペル2枚落とされたからな。このゲームはほんま。ヒム打ちまくると結構勝ちますよ。ヒムは強いため。 ん OBS スタジオ再接ん大丈夫放送大丈夫ですかあ,あ大丈夫大丈夫そうだねシュッシュッシュはいヒムいや音切れてるかもしんないです今なんか嫌なあれが出たんで あ、なんか今調子悪かったみたいですねすいませんプッシュどうでもいいけど本当そのプッシュ落ちた方がいいんじゃないえそんなことないでしょええー、そんな打ち方しちゃダメだよはいはいはいいやー絶対打たんけどなあんなプッシュ 春章ン1枚残った方がいいだろうそういうのはよくないよストリックスに除去ってどうすんのさ泥仕合の予感ありますねでもランドが伸びてる方が有利ですよやっぱしね春章コラコこまでマナ使うんでねはいポンダーいやいやいや怒りますよそういうのはよくないだっておかしいじゃん ハンドシャープッシュプッシュ新章なんだったらそのままねプッシュプッシュと落ちるかもしれないんだからおかしいでしょだってこれはいこれは長くなる予感あこれは打っちゃうかまあチェイスとかねまあお えっと、これは、次のターンかな。このコラッコマは欲しいから、えーっと、まあ、フェッチを2枚上に置いて、ランドを2枚上に置いて、エンド前にコラッコマしてか。ここでわざわざ JS 仕掛ける必要ないから、 うんまあ、次のターンでいいかな。ジェイスを行くのは。ジェイス行っても別にいいけどな。大体大丈夫だけどな、これ。カンスペだけか。ジェイスデッキトップでもいいね、別に。うん、微妙だな。うん、まあ行ってもいいよ。そんなに恨めない。 うーんじゃあ行く行くか。ゲーム短くするか。まあこれはこのターンコラコマ派なんですけど。でフラスター構えながら派なんですけど。うーんなんでまあ俺はこうするからこうするか。で相手のアップキープにディスカード回収で春書回収してから。あ,あジェイサーデできトップの方がいい。 ジェイサーでキトップの方がいいいいか別にあんま変わんないねどうせヒムはフラスターできるからシュディスカードいやこれねフェッチで島持ってくる可能性あるんではいでこれでヒムだったらフラスターできるから思考囲いケア ヒムだったら消せるからいいかなと思ってました。確かに、まあ。いや、フェッチ切りそうだからなアンコウ、はいはい。アンコウ。アンコウ、はい。まあ、普通にバウンスしますかね、と。このランドは、上のランドはいりますかいらないですね。 1>, 1回バウンスしてからえーっとこのランドはえーっとひむの受けもあるので置かなくていいかはいいや置いてもいいな12345まあいいか置いてもよかったな ランドを次の段ブレインコラコマまあ大丈夫か多分これがねこれを回収したいんでねはい春書はいヒムはいはい ヒム打ってくるはい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 と <laughs> まあ相手がねちょっと引きが弱すぎるんですよねこれプッシュ3枚を引いてるし今回はもうただ俺の引きが強いだけっていうねうーん もう全部,全部やりますか。はい、コラコマコラコマで2点回収、ソートシーズ上で勝ちですね。ゲームエンドです。これはね、こっちの方が今強いところたくさん引きましたね。ヒム2枚引いたし、相手はプッシュ3枚引いてるしで、でかなり相手がかわいそう。いや、本当に対戦相手がただついてない。 うーんと2点回収まあ普段だったら本当はこの2点打たないつもりだったんですけどまあ相当シーズン引いたんでもうこれでいいかなとはいせやな <laughs> そうですねと <laughs> すんませんでしたとはいサイドボードですえっ、ー、とプッシュ3はねまあ普通一般的なリストですよプッシュの方が稲妻よりもベーシックランドから打てる分強いんですよね ただ、稲妻の方が、コントロールとかミラーマッチに強い。なぜならジェイスに打てるから。って感じですね。うーん。まあ、稲妻もそんなにいらない。えー、っと、えー、っと、こら、なんか、入れるもん多そうだな。 そう、見てる場所の違いですね。あの、デスタックとか、デルバーとか見るんだったら、だいたいあの、プッシュの方が強いです。その、やっぱ沼、沼沼、島って動ける時のプッシュは強いので。うーん。やっぱね、稲妻はね、その、このランドバランス見てもらえばわかる通り、どうしても、デュアランからじゃないと打てないんですよね。で、デュアランから打つと、まあ、当然、ね、レガシーなんで、不毛の大地食らいわけですね。 でまあ不毛の大地食らいたくないんだったら、まあ、そうなるよねっていう感じかな。だからまあ、そこは見てるとこ違いですね。はい。はいはいはい。とりあえず、入りそうなやつ全部入れましょう。ベンデも入るかな。まあ、入るか。フラスター。うーん、パイロブラストとコラ、こら、こら困るから、入る。デュレスも入る。 まあこんな感じか。まあ稲妻全部、えっとまあ、まあウィルワーターのアドゾンなんで抜いて。うーんまあ、ウも4枚は、4枚はいらないかな、袋。袋も悪くないんですけど、その、コラコマの回収先として悪くないんで、悪くはないけど、4枚はいらないかな。こんなもんかな。ミラーマッチのサージカル強かったりするかな。 うーん、けどまあこれもこれでね、やっぱアドゾンカードなんで、ちょっと嫌ですよね。なんでまあこんなもんでどうでしょうと。これ、これやばい赤ブラも青ブラもされるけど。このカード、やばない抜いていいアンコをいたして欲しくないですあ確かにね、フクロウはね、結構強いんだよね。俺、ミラーマッチのアンコ弱い派なんですよね。 ミラーマッチのアンコウは絶対袋をコラッコマの2を突破できないからかなり嫌い。袋、アンコウ型を回してた時は大体抜いてました。もうサイドゴーは全部サイドアウト。相手だけ袋を残ってて、じゃなくて相手だけアンコウ残ってて、そのアンコウが何もせず勝ちっていうゲームがあまりにも多くて。あ、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 ちょっと待って、今の終わり方やばい。 はい、これだからなーようしゃべるねーイカワくんはーほんとにー <laughs> ほんとイカワくんはおしゃべりが好きだねえ <laughs> あーこがもう見てるか <laughs> って。 いやあ、もう、ハンデ戦やん、完全に。まあまあまあ、こんぐらいのハンデ戦はね、ちょうどええんちゃううん。いや、早い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 。うーんとね。これはね、フラスターしかされないし、ヒム嫌だから撃とう。はい。はい。ほら、ほら、ヒムンテューテューラ勝った。ヒム落とそう。よし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 。え、てか、相手、ワンマリか そんなことない？あ、ワンマリっぽいね。うん。いやー、さすー。ああ、いやー。え、ウィルー打ちてーなー。相手のハンドクソ弱いなー。かこいかこい,いエディクト。これーウィルーあるーなー。あるかなー。ウィルってカード弱えーなー。ウィルって カード弱いなぁマジでビル打つか相手の反動弱いもんなお互い自力になろうぜはいはい、はい、で思考覚悟打たれてまあブレインストーンかケス抜かれてはいあっケスでビルでもよかったねいやケスはね 墓地に落ちた方がいいかなと思って。このディアボリックエディクトと交換なんですけど、最終的に回収しそうだから、このマッチは。うーん。そうそう、ワンチャンケスが無双する可能性あるかなと思って。いや、まあ、このエディクトと一回を交換しますよ、もちろん。その後ですね。あ、しかもこれ、あ、でもこれ今、思考過去で抜かれるか。この瞬章は思考過去で抜かれて、 はいはいはい春将がああ違うああ一回一回別に春将はこれで一い回いこれスタックで出しても何もおいしくないかなえええっえっほんと、ID、エディクトでしょあとえんえなんでなんでなんでえなんで春翔ブレインスするよええそんなんでいいのお兄ちゃんえそんなバカな えーっと、なんか、ブレなんか赤ブラとか食らうのなんで、もメインで、メインでブレインストーンしますか。絶対だし、これ。なんなら、もうなんなら思考加工してもいいな。殴るか。いや、あのディアブル系ディクト落として殴るか ?13、次のターンブレインでしょだって。このターンブレインし,し,しなくてもいいな。 あでもダブル受けデキトってゴミかさすがにさすがにブレインにしようかな人としていやいやいやさすがにはい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 えー、っと稲妻と 稲妻は絶対打たないからどれにまで戻そうかな次のターン構えそうなのは春将はいらないかまあ稲妻,稲妻春将と戻すかはい相手のハンドはディアブルクエディクトでこのディアブルクエディクトを春将に打ってきたら回収ディスカードでもうゲームセットですね あブレースオーム、まあ、これでこのディアボル・クエディクトさんはおさらばですねおおむねいやこれもこれひむされたらまあ上が春将だからいっか稲妻サイドアウトしたはずではなんてこったい不思議だななんならビルも打ったぞうん世の中ね不思議なことがいっぱいですね ゲームセットしてしまったすまないすまないこれ消す回収しようかな楽しそうだしディスカード消すにする楽しそうだしアイドル回収しますちなみに絶対やってないと思うけどまあアイドルだしね アイドル回収しましたアイドルマジマジ全く出す気になんねえなすげえなこんなに弱いカードそうそうないぞいやいややばいでしょさすがに出したんな何もしないよこのカードけどもう これ勝ちそうだけどね。これが定着して、熟れなくて相手。土地を引けば、みたいな。いや、ケースは酷評するよ。でも、ちなみにプロツアーでもっていけるように買いましたけど。ワンチャン、ワンチャンを信じて。あ出す出すいっけー。まあね。 せっかく回収したからには出そっかうーん黒黒いっげ全然死んなんなの死んでも別に痛くもかゆくもないゴーゴーおお定着しましたよ皆さんアイドル大活躍ちゃうこれえっターン帰ってきたもしかしてえー、まさか 帰ってきたえー、すまないじゃあディスカード回収しようかなすまない本当にすまないこんなつもりじゃなかったんだ俺もすすまないいやちなみにジエスだったらもう勝ってるよジエスだったら勝ってるから <laughs> ふざけたらあかん え稲妻プレイヤー、相手も稲妻残した。まあ、1枚だけ残ったんだろうな。ああ、勝ってしまった。くクロックやしって、ジェイスの方がクロックなんだよなー。うーん。 すごいなあ、全然うれしくないなあ。もう何もしないもんね、ほとんど。ケスは何に強いのいや、開目見当がつかない。ちなみに。<laughs> マジでわからん。いや、いいとこ探し誰かしてこのカードの。ウィルで切れるジェイスも切れるんだよなあ。あお,おバウンストップか自分トップかな あバウンスだはいはい,いやっさまじいオーバーに切るにしか見えないちなみにその通りなんですねはい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 えっ、ー、とこれはアップキープに稲妻を打つかうんとジェイスブレインからランドが見つかんないとバカなので相手のアップキープにイナズを打ちます 理由わかる人相手のターンに稲妻を打つ理由がわかる人はい正解はですねこのフラスターの数が増えるんですねイエスそうですね正解ですさすがですなんで相手のターンに打っておくと1回分増えるんで相手がコラコマ打ってきた時にこのフラスターが消せますねこういうね細かい細かい のが大事なゲームですねこのゲームははいその方がオシャレって意見もありオシャレ度は大事相手がアンタップしておドローできるかなってところに打つのは相手の心を折ることができるので、まあ、それもまたあり正解うーん手札が多いな IJS1 枚目レッツゴー通っちゃったはいはいはいえー、っとケスとお別れしていいかなケスとお別れしたいなーうーんケスマジケスとはお別れですねはいさよならケス いや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 アイドルはちょっと一回食べに出ようまた引くからどうせもういいでしょ仕事したいでしょ墓地見て墓地から打ちたいっすっほとんどないからはい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 で稲妻をカウンターしますよとフラスターで 相手はこれミスってますね、単純に。相手、これやりたいんだったら、俺のブレインストームスタックにやんなきゃいけないんですよね、こういうのって。土地置いちゃったんで。ブレインストームスタックだったらね、まだ土地置いてなかったんで、ジェイス落としたんですけど、もったいないですね、こういうのは。いや、普通にもったいない。その、3枚引かせてからの意味、あんまないですからね。このね、春章が赤ぶらされるかもしれないし。 こういう細かいところはね。まあ、俺はまあ、このジェイス死んでもいいからブレイン打ったんですけど、もう別に、春将最悪の裏目が春将なんで、いやいや、めちゃめちゃためになる解説ですよ、そりゃ。僕も言うて真面目なんでね。こうなるとね、あ、こっからコラコマぐらいかな。うん、はいはいはい。 はいはいもうねあとはまあブレインしてるだけでいいからうんケスはねちょっと旅に行きました、ね、お嫁に行きましたえー、っとまあ一応フェッチしてかにするかいやさきさもねたまには真面目な解説しないとねやっぱ 見てるねこんなにね見ていただいてる以上はね一個でも少しでもね学んで帰った方がそうおしゃべりもしつつマジックの勉強もしつつうーんとよいしょうんどうもう何でもいいな まあでもいらないか。まあ一応もらっとくか。よいしょ。よいしょ。おいしょ。おいしょ。おしゃべりしてサブミット忘れるのはね、まあしょうがないよね。人間だもの。はい、井川さん、ゴールドまであと3点です。このね、近くも遠い3点。応援してくれよな。 結構ね3点も大変ですからねもしかしたらこっから3点取れずに今年もシルバーで全てを失うかもしれないしこっからねプロツアー勝って大爆発するかもしれないし PT 勝って優勝するかねプラチナになるかもしれないしいや違います PT の3点除いたあと3点ですね今29点でプロツアー出て32点であと3点なんで 残念なことにちょっと足んないんですねうんもう何でもいいなもうもうゲームが終わってしまったためはいゲームエンドです相手の心が折れましたはいっていう感じでまあまあまあサイドボーディングしなかったけどまあこんなもんでしたね 相手のサイドボードが怪しいなぁプッシュはちょっと残しすぎなんじゃないかなとは思いますけどね舞茸さんどうでしょうかねっていうのでえっ、ー、と一旦ちょっとあれがそれでえっ、ー、とキジを生地を狩りに行ってきましたっけどっちだっけお花を摘みに行くのは女性なんだよねなキジを狩りに行ってきますはい少々お待ちください はい、じゃあ記事を打っていきます。 はい、お待たせしました、と。はい、ええー、と、まあね、ちょっと腕のいい漁師のため、3話ぐらいはちょっと打ってきましたが、なんでチェスト開けてないのか。確かに、チェスト開けていくっていう選択肢がね、ちょケンジじゃないから忘れてたね。確かに、さ確かに。そういう選択肢もあったかじゃあ、ここら辺で一発宣伝入れますか。まあやっぱね、僕といえば宣伝なんで、はい、えー、じゃあ、えっ、ー、と、今日のおやつは、 こちらですね。はい。えっ、ー、と、まるでクリームソーダなゼリー。185円。税込み199円ですね。はい。今日のおやつはこちらでした。結構ね、いい。うん。前は確かね、前、2個前ぐらいの放送だと60点のもの宣伝したんだけど、これはね、まあまあいい。冷たいし、なんかね、もう一回買ってもいいな。これ良かった。美味しかった。 上のこのクリームとなんかねその書いてある書いてあるメロンソーダ味のゼリーの上にレモンスープレモンムースとホイップクリームがのっててさくらんぼもいいなんかね結構いいこれマジ語彙が語彙が貧弱 <laughs> この10年間大学してからの10年間いかに頭を使わなかったかはいこれでも僕文学部大文学部卒業してますはい なんなら、国語で僕、教育実習も行ったんで、よろしくお願いします <laughs>。<laughs> いいとかね、うまいとかしか言えんけど。はい。っていう形でね、ほら、感動の再現度。いや、俺よりもね、うまい人がこうやってレビュー書いてるから。うん。見た目もかわいい、セブンイレブンの新作スイーツ。感動の再現度。やっぱなぁ。5位だよなーうーん。はい。そんな感じでね。 ちなみに教育免許はあるように見せかけてないんですけど、まあ何が起きたかというと、まあ大事な単位を1個落として、教面を取るために留年するのがめんどかったため、教育実習を無事終えた後、単位を落としたため、教育免許,教員免許は持ってないんですね。もったいないですね。でも教育実習に行きたかっただけで、教,教員になりたかったわけじゃないんで、まあいいかなっていう。 本当に教育実習行きたかったんですよね。そのじ、あの、自分の高校に教育実習生っていうのをやってみたくて、人生として。うん。すごく楽しかったですね。大学4年の5月から6月に行ったんですけど、いや、めちゃくちゃいい体験でしたね、やっぱ。親が泣いてるぞ。いやいや、別に、もともと教員になるつもりなかったから。うん。それは別に親は泣いてないけど、いや、いろんな体験しましたしね。いや、教育実習はめちゃくちゃね、 いやあちゃん教育実習行って、先生になる気はなくす。あ、もともとなかったからね、俺。教育実習はめっちゃ楽しかった。うん。うん。今の職場では泣いてないはず。きっと泣いてない。顔で笑って心で泣いて。はい。っていう形でね。はい。今日のスイーツは夏祭りスイーツの中から一つ。まるでクリームソードなゼリー。はい。ぜひこちらお買い求めください。よろしくお願いします。はい。っていう感じでね。あ、やばいやばい。あとはね。 あとはじゃねえよ。おまけみたいな言い方すんなよ。はい。えーと、ハレリア・ホープス選考会やってます。ね。こういったね。その、未来の。以下は PT トップ8のプロフィールで学生ってなってたよね。ーよう知ってるな。ちなみに、そん時は、そん時はね、大学卒業して、就職した後辞めて、勉強してたんだよね。公務員試験の勉強してた時かな、確か。あれは。うん。 あ、そう。これはね、間に合ってないからね。れいくんもね、もうね、ホープスからプロズに昇格したっていうのね、夢あるよね。ドリームチームドリームストーリーま、あなんか、適当なこと言うなはい、って感じで、うっす。我らがともはる。目がキラキラしてます。そして、今をときめく、村瀬くん。MOCS トップ4の後、ホープスに入り、GP トップ 8, トップトップ8に入り、チェインし、もう今、シルバーレベルが確定してるそうです、浦瀬くん。すごい はい。っていう感じでね。こんな感じで。えっ、ー、と。今週末は、えっ、ー、と、ハレリア TC でモダン土曜日、名古屋でモダン土曜日、福岡でモダン土曜日、成田でモダン土曜日、全部知らねえか。で、大阪でスタンダード日曜日だそうです。はい。まあ。ね。ちなみに、もし、 今見てるあなたがブロンズレベルだったりとか何か素晴らしい成績をお持ちの場合はこのホープス選考会とはまた別のルート第2ルートでなんと公募というパターンでご応募いただくこともできますね。わい、こんだけ強い剣ホープスどうやってそういうパターンもありです。2パターンですねなので今ブロンズだったりとかその ええと、他の TCG とか DCG とかで、成績をすごい残してる方とかは、ホープス選考会とは別ルートでホープスになることもできます。次戦ですね。そう、次戦。大会を勝ち抜くか、おい、俺っち、俺っちどうよっていうか、どっちか、ですと。はい。ちなみにだってこの鈴池とか、例えば、 鈴池とか、内出くんとか、そこら辺は去年、この、えっと、公募で、あれですね、ブロンズベルに達していたため、公募で、えっと、ホープスになったはずですね、去年。うん。そんな感じいやー、宣伝のプロだな。うん。今の、ね、わかりやすいよね。あとは、マジックインターハイ。これ、2016年に一回やったんですけど、2018年、またやります。 これね、一番すごいのこれ。参加費無料。出得。爆アド終わり。はい。なんで、学生の方、同じ学校の3人でチームを組んで、チームスタンダードを遊ぼう。もう、参加費無料。はい。しかも、まず、なんだ参加賞で1泊3泊、えっ、ー、と、チーム1パークだから、参加費が無料なのに、参加するとパックもらえる。出得。はい。宇宙。はい。もうね。 みんなで出ような。俺もなー、学生の時こういうのあったらなー、と思わないくはないですが、と。はい。スタンダードって何チームスタンダードって知らんのかいチームスタンダードだよね合ってるあー、チームスタンダードですね。はい。はい。チームスタンがきつい。いやー、まあ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 。でも、でもチームスタンダードの場合ね、友達同士でね、カード。 貸し借りとかもできますしね、やっぱ。うん、そんな感じで、じゃあ、えっと、もういい宣伝もういいいや、でもさ、友達いないかもしんないけど、いるかもしんないじゃん。ぶっちゃけさ、仲悪いやつ同士でも、ねえねえ、その、利害を共にして、出得だから出ないって。いや、もう、お前のこと、本当に嫌いだけど、今日一日だけ友達になってこれ出ようよとかでもありじゃん。本当に、もうね。同じ学校で、全然、もう、本当にあれかもしんないけど、ね。 これ出出ないっっててただややん、俺たち仲悪いけど今日一日同じ学校としてやろうぜっていうねそういうのもありかもしれんやん <laughs> まあ全て口からねもう今すごいって人言ってますけどねまあそういうのもありだよねもちろん仲いいやつと出るのがまあベストですけどまあそういったパターンもね3人目をね誘う時とかねええんちゃいます あとは、もういっか。宣伝用意したね。よくできました。はい。じゃあ、4試合目いきましょう。まあ、あと1時間あるんで、井川さんモナ復旧しようと思うんですけど、いいデッキありますかうーん。いや、好み次第。好きなデッキを使おう。ビートダウンが好きなら、ヒューマンとかね、あるし。 なんか大きいね、プレーンズオーカーとか出すの好きだったらカーンとかあのね、トロンとかあるし、なんかね、もうなんでもありだよ、モダンは。いいデッキありますかじゃなくて、僕はビートダウンが好きなんですけど何かありますかとか、そういうのがね、ないとね、モダンは進めづらい。そう、スピリットとかも注目されてて、スピリットなんてさ、2年前ぐらいのスタンダードのカードが8割ぐらいだから、すぐ組めるし、ぶっちゃけね、そのちょっと持ってれば。 高いのなんて洞窟とランドぐらいでしょうん。いや、大人な回答とかじゃなくねだって。うん。僕、井川さん好きなんですけど、何かありますかいやー、わかんないけど、僕も人間なんで、僕のこと好きって言ってくれる人は好きです。ありがとうございます。しー、これ、これついてないよねほんと。2枚しか入ってない島が2枚でマリガン。 ブチギレ,ブチギレこれ島以外だったら全部キープなのになまあボルカでもキープするなほんマ、ま、ほんマ、ま、うん <laughs> いやいや冷静に考えようヒムヒムイナズマ島島だからねおふざけさすがについてないはいマリガーンはいキープいい反ド うーんこの島いらない、このアンシーは、まあもらってもいいか。沼、沼ゴを、いやー、沼5かなー。コンボだとしても、まあ沼5でいいか。リアニだけだな。沼5で恨めるのは。で、アンシーからヒムカストリクスやって、次のターン、フェッチ温存したまま打てるから、これ上置きますか。上置きましょう。 で、マゴーだね。いや、フェッチ温存できるの結構嬉しいから、どうせ持ってくんの安心だしね、これ。ええんちゃう土地止まんない方がでかいよ、多分。ちなみに自信はない。プリズンか。いやー、これだったらフェッチゴーだったなそっか、こっちのパターンがあんのか、下手くそだな フェッチゴーだったなーはい。ということで、やらかしました、早速。早速、やらかした。うーわもう最低。そうかーまあブレイン打つパターン、ぶっちゃけあんまないと思ったんだけどなーリアニぐらいだと思ったんだけど。うーん、ミスったなーいやーフェッチゴーかそっかこのパターンあるの忘れてたないや、最近ね、全然当たんなくて、このプリズン系。 もう2週間以上当たってないんですよね赤タンプリズン忘れてたわ存在をすまんフェッチゴーだわこれは島沼ストリクスで何とでもなんのにあーそっちかそっちかーそっちはそっちできついぞいやなんならこれが一番きついなえこれもきついんじゃないえすごっ 分もありやんいやーきちぃきちぃけどまあひむ打ってゼロにしてからかまあ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 稲妻俊子稲妻ダメかまあまあコラッコも探しますかはいえぱすげえな いやブエー、終了。<laughs> ブエー、ブエー、この世の終わり。はい、終了です。んこのパターンあんのか、でもな、この沼号そんなに間違ってないと思うんだけどな。 フェッチゴーは、フェッチゴーで結構裏目あるんですよね、やっぱ。スタイフルデッキとかもありますし。うーん、すげえなーこのトウ裏目は。どっちがいいんだろうなえ相手、結構奇跡の分もあるやなまあまあまあね。間違ってるからこうなったんですね。おっしゃる通りです。やっぱ、だから、フェッチゴーで、 一応まあ最低限ブレインやっぱ構えるなだけだめか。うーんまあまあ、まあい,いらないっちゃいらないランドでしたからね。はい、反省します。反省しました。終わりま、反省終了。さて、こっからですよと。まあね、終わってまあ、過ぎたことは忘れて。 いや、いや、ちなみに、相手のッキが分かんないんだったら事故みたいなもんってこともない。相手のッキが分かんないときにどうするかっていうゲームやから、うん。相手のッキが分かんないときにターシックプレイするゲームなんで、レガシーは特に。なんで、今ミスって負けたんで、ミスです。うん。まあ、ミスであることは疑いようがない。さて、あ、どうすんだ、これ。 うん。レガシー担当ですよ。私レガシー担当でございます。プッシュよりはディアボルクエディクトの方がいいか、まず。うん。うん。フクロウは弱えな。ベンデリオンもな、ベンデリオンまあまあ強いんだよな。 まあ、フクロウが弱いのは分かるの。さすがに。何もせんな。うーん。リッチモンドは、今悩んでます。リッチモンドも多分行くかな。スタンレガシーだし。旅券次第ですね。旅券が高すぎるとい,いかない。フラスターはいらない。うーん。フクロウ全滅するの結構嫌なんだけどな。ブルーカウントが、ブルーカウント足りるかな。4、5、9、12、13、14、15。 16、18、19、20、23。まあ、足りるか。うーん。井川はレガシーです。まあ、ラブルも、まあ、稲妻とコラコもあるんで、その、沼1個から、を、殺せる方がいいかな。ストリクスかな。怪しいよね。これが一番怪しいね。ペンテリオンも怪しいか。いや、でもペンテリオン結構強いんだよな。ケスは、 活躍しそうな気がするから残しとこうお試しはいお試しですはいえー、えー、まあ沼から安んし沼かいやーまあやるか沼あんしポンダよえなまあやるかうんまあやらざるを得ないか 島は島2枚入ってます、これは。倉田君のリストなんですけど。まあやるか。いや、ランドが弱いな。ランドが弱い。ああ、島持ってこれるランドが欲しかった。うーん、まあやるか。ビルないけど、まあ、デュレスあるから許すか。これでな。これで。 いやーシミアとかのパターンだと負けるんだけどはいえーと相手のハンドはメガソブ・ザ・ムーントリニース・フィアーブラッド・ムーンメガソブ・ザ・ムーンやばいなメガソブ・ザ・ムーンあるまあブラッド・ムーン抜いてこれであれか稲妻かなんか探しに行くか いいやいやこれは大したことない正直トリニスフィアはどうでもよくてこれもどうでもいいから実質きついのこれだけっすよまあブラッドムーン落としますねでまあ稲妻か何かを探せばいいんだねウィルでもいいし当然あうーんヒムかー 6枚のうち2枚だから3分の1か嫌なもん引いたなーいやー稲妻探した方がいい稲妻とウィル探した方がいいだろうこれさ3分の1でしょだっていやでも一応2枚並んででもいいのか3分だから半かえーっと半分かええー 安心打った方が手堅いけどないや、さすがにポンダーちゃううーん。ポンダーで稲妻かウィル探しに行こうよ、これは。ちょっと、それは急ぎすぎだよ。そんなうんぷてんぷできないでしょ。ほら、ライトニングボルトあった。 ちなみにこれ、え、これでトリニスフィアから行かれて負けることあるかな。これトリニスフィアから行ったら、罪なんだけど <laughs>。ええー。トリニスフィアから動かれることあるかな。うん、どっちも恨みあるんだよな、これ。まあ、しょうがないか。 いやでもヒムはね結構やばいよヒムはちょっとうんぷてんぷすぎる気がするはいはい私が悪いござんした私が悪いござんしたうーんいるから行くのかえー、ヒムから行くのかあ キムからいくんかなーまあでもこれまだ全然、まあまあまあ。とはいえ、これまだ負けるまで,でめっちゃ時間かかるから、ここまでは知ってる。え、でもこの次ラウンド引けばいいんでしょ別に。いや、全然終わってないでしょ。うん。え、別に終わってなくない全然ゲームに負けんけど。別にこれならまあ、その追加のクロックなければいいから、まあ、 まあ引かんけどまあ引かんけどねまあまあまあまだまだ終わったわけではないまだ慌てるような時間ではないくっそ引かねえ引かねえどれがいらないかな ヒームがいらんかなヒムいらんか春翔一枚いらんかどれだどれがいらんかなどれがいらんかなジェイス0枚でいいかないやジェイス1枚いや最終的にジェイスが必要なんだよなジェイスは捨てたくない正直ジェイスは捨てない ヒムか一応、まあこれがあるとはいえ、これでジェイスが落ちてもいいから、まあヒムかな。チャリスを置かれたらどうするまあどうにかしよう。う沼、コラコマって引くかもしれんしね。うーん、春章もいらないんだけどな。裏いないか。裏ヒムかな。ヒムにするかな。ヒムにするか。うーん。え、ゴ流点ーテン、PW に飛ばないの え飛ばないほんとだクー、ベラッドメーンクーまあまあまだまだ分からんよとひーイチキ遅かった一旦一旦遅い一旦遅いよ いや,ーうーんいや、プリズンには結構強いデッキなんですけどね、このデッキ、なんなら。結構基本地形入ってて、ハンデスモビルもあって、うーん、マリガンなのかなー、初手。初手、マリガンかな。うーん、マリガンなのかなー。 うんヒムから行くか、あそこ。2マナランド。メガス、トリニスピア。お願いヒム。お願いヒム。2マナランド落ちないとやばそうだけどなお願いヒムは俺の中ではないんだけど。あんまりあそこはなかったと思うんだけどなうーん、どうすりゃよかったかなまあマリガンするかどうかですね。所定を。おおお 逆転の可能性ありなしなしなしうんどうなんだろうな結構微妙だな今のどっちが良かったかな すごい。よ、う、し、ん、負け。んもったいないな今の。どうしようかな今のは。いや、どうがよかったんだろうなまあ1本目は、まあフェッチ号が良かったですね。1本目は、ちょっとこれ、ぬるかったですね、沼号は。沼号がぬるかったよと、とうん。 ネマ号がぬるいかな。フェッチゴーフェッチゴーか。アンシーゴーもやだしな。まあそもそも、あのアンシーを下に送る選択肢もあるんですけど、どうなんだろうな。いや、フェッチゴーの裏目はもみ消し。相手もフェッチゴーって言われると、もみ消しされると結構きつくなるから。 どっちがいいんだろうなうんまあ確率論の問題ですねうん難しい難しいスウェッチ号なのかな 沼ゴーで恨めるパターンが、本当にリアに一旦目に仕掛けてくるデッキだけだから、プリズンとリアにだけなんですよね、多分。一旦目にブレインストーム打ちたい、もしくはフェッチを切りたい時ってそれしかないから。うーん。いや、暗視上にするならフェッチゴーも違うかな、別に。このハンドランド欲しいから、別に。暗視上にして沼ゴーは、俺の中では別に全然正しいアクションだったんだけど。 で、まあそ、その後にブレイン打って、フェッチ打って、ストリクスなんで、そのフェッチランド。フェッチランドというのはかませないアクションをしたかったから、できるなら。うん、まあそんなに悪くないと思うんだけどな裏目かなミスかないや、本番やと周りのデッキ見てとか関係ないんすよね。うん、レガシーとモダンとスタンダードのプロツアーなんで。 まあいいや、じゃあこれはいいや。これか。2本目だな、今の問題は。1本目は、まあまあ、まあまあ、そんなに悪くない気がする。まずこれ。キープすんのか。これだな。これがな。青赤フェッチとかで、島、島を持ってくれるハンドだったら喜んでキープなんだけど。うーん、マリガンするかなー。 欲しいのがウィルウィルとコマうーんでもなデドレスドレス入れたのにこれをマリガンするのかって気はするよねうーん気持ち悪いなマリガン下にウィル探すちなみにウィル探すとさっきのハンドみたいなのに負けるんですよね身が多いハンドにウィルは負ける うんこれはキープはじゃあまあキープすると思うんだけどな。でまあキープしたとしてこれがでここかこの2ターン目かここですね。で相手のハンドが6枚で落としたいのがメイガウス・オブ・ザ・ムーンとシティ・オブ・トレーターの2枚まあトリニスフィアも はまったけど一応3枚目引いたらすぐ関係なくなるから俺の中ではトレーターとああ一旦目安心スタートした方が良かったまあ確かにそれはそうかも。 まあ、まあ確かに、一旦目、絶対これ、安心持ってくるから、先安心でもよかった。それはそうだね。いや、でもね、島引いたら沼持ってくるかもしれないけどないやー、でもまあ確かに、一旦目安心の方がよかったかも。それはそうかも。一旦目安心からの方がアクション多いわな、そりゃ。そりゃそうだ。それはミスだわ。当たり前。フェッチ安心、デュレスですね。はい。それはもう間違いない。こんな弱いランドから置く必要はないので、まあ安心だとしよう。 でまあ、アンシーバッドだねだから、まあ、それは、ままあ、はいミスはいワンミスてなりここですねシティー・オブ・トレーターを抜けば1ターンずれるからまたポンダルスターンが抜けるブラッド・ムメガスは大丈夫うんいやそうバッドランドからはよく分からんからミスうんそれはもう,もう、はい、反省 まあただまあそこの本質ではないから今のそのーいやー強いなーどうするんだろうなーこれでウィル打つとまあシティー・オブ・トレーターが抜くとシティー・オブ・トレーターが抜ける確率が3分の1。 メーガソブソブーンが抜ける確率が3分の1逆にどっちかが落ちる確率はえー、3枚の26分の2のだから 3,、まあ、3分の2でどっちか落ちる3分の2でどっちか落ちるんだったらこっちの方が良かったのかな3分の2だよなそのポン ベガスかシティどっちか落ちるのが3分の2だからトンダーから行ってイナズマとウィルを探すのとどっちが確率高いかかうーん。 まあ、ウィルしかいい,いい選択にはならないのはある、確かに。まあ、ウィルもしくは稲妻とランドが両方欲しいから、結構ハードルは高い。稲妻とウィル、稲妻かウィル、プラスランドが欲しいから、このポンダーの要求値は高くて、ヒムの方がいいか。一応3分の2でどっちか落ちるから。うーん。 おそうだね。ダメか、ポンダーは。テンポも悪いしね。テンポも悪いし、ここアンシーフィム打って、次のターンポンダーの方が、まあ、当然アクションのテンポはいいから。し、割合的にも悪くないのかな。うん、15通りのうち9通りで落ちるいや、6枚だよ。5枚じゃない。もう1枚あるから6枚。うーん。 うん、ミスっぽいですね。ポンダの方が確率低いですね、これは。はい。ということで、これはダメなプレイでした。確率的に悪いですねで。まあ、ヒムから行った方がいいですね、これは。もう入れてる以上は諦めて。うん、はい。ということで、まあ、ゲーム1はあれだけど、ゲーム2は冷静にミスですね。 うん。いや、今見せといてよかった、これは。初手アンシーからの場合でも一緒じゃない一緒じゃないだって持ってるランドがバッドランドなだけだから、全然一緒だと思うけど。なんも変わらんくないほぼ。ほぼ変わらんと思うけど。まあ、その、ドローが変わってるっていう話はやめて。うん。まあ、それはあんま変わらんかな。本筋ではない、今回の。 別にこれポンダーからでも思考囲いでも稲妻でもでも打てるから一応ねあ稲妻思考囲いもあんのか思考囲い思考囲い稲妻稲妻稲妻かか,かウィル4枚うーんフェッチが基本地形になる可能性があるからって何がこのフェッチを使って安心持ってきてるから手札にあるのはバッドだよ んうん。ちょっとずれてるね。はい。っていう感じですね。っていう感じで、いや、このデッキ使って、グリコン使って、実は巻き越したことなかったんですが、初めて一算しました。まあ、練習なんでね、最後までやりましょう。 ああ、アンシーからポンダー打って、フェッチを探して、そのフェッチを基本地形できるっていう話ね。あなるほど、なるほど。それはあるかなけど、も結局、青マナ島しか持ってこれないから、多分アンシー島ってなって、その島で勝つかな。うん、まあ、それもあり得るけど、どうなんだろう。結局、ブラッドムーンを貼られると、いや、でも、あれか、トリインスピアだともう一回フェッチできるかもしれないのか。 しましまっておかないと意味なかったんだよね結局それはゲーム的に島2枚が置かないといけなかったからまあまあまあキープ難しいっすねまあ普通にボンダーから入ってランド探しに行きましょううんでもまあまあでも大体ミスっぽいっすね うんとこ,のアンこのライトニングボルトはいるか分かんないのでまあ普通にライトニングボルトを一番下にしてライトニングボルト安心沼安心でいっか変わらんかまあシャッフルはしませんよとでこれでランドが4枚まで確定したんでまあ4ターン目ジェイス出すかもねみたいな2ターン目イナズマ3ターン目春昇イナズマ4ターン目ジェイスみたいなアクションが理想 うん、はい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 えー、っと何のデッキか分かんないけどまあブレインからまあフラスターとか探す可能性あって稲妻打つことは多分ないんでここは安心にしましょうか稲妻から打つのは コンボの時に、エンド前稲妻次のターン春小稲妻アタックのパターンがあるんだけど、うーん、まあ、それはちょっと時期尚早かな。それよりもブレインで残り2枚掘って、ビル、ピアスが探す方が、フラスター探す可能性の方があるかな。うーん、稲妻を撃つ可能性、このレスタートに相手に。石火事か。石火事ぐらいだな。稲妻を打撃ちたいのエンドに。 エスパイシカジとかで2ターン目にナズマだったら撃ちたいんでうーんだったらバット置いてもいいかフラスターはデッキに1枚しか入ってなくてブレインブレインの可能性かうーんバットでいくか難しいないやこうやってね土地置くだけで難しいからねレガシーは難しいねうんまあウィルなら撃てるんで一応 えーなんだこれ怪しいなかなり怪しいなうーん,なんかコンボっぽいけどなこのアクション一気に動いていきそうな気がするミラクルかなあいやーうんリアニ系リアニとかアントとかの可能性はまあ全然あるね え、ミラクルかじゃあ打ちましょうミラクルだと思うんだったらさっきと一緒か赤はエンド前と面に1回ずつ打つ可能性あるなこれジェイス出てきた時プラスされてエンド前イナズマ 自分イナズマがありえるんでここはここは赤間の立たせましょうブレイン、はい、ブレインからのフラスターかなが一番ありやそうですねあそのまま通ったミラクルでしたやっぱツンドラとヨキが落ちました デルタデルタって珍しいなデルタってね2枚ぐらいしか入ってないイメージなんですよね青いフェッチ散らしてあるからなんかレアケースな気がするいや土地はね最終的に伸びるからねまあソープロとか落ちるよりはいいかなうーんジェイスブッパはさすがにないかな3枚か うーん。春昇姫。春昇姫。ブレイン打ってから考えるか、メインで。うーん、土地置いてゴーでエンド前に春ブレインにしてから考えるか。ターンパスしてるだけな気もするな。いや、春昇姫かブジェイス、どっちかやった方がいいかもな。 うーん難しいなメインでブレイン打ってもいいなあまあゆっくりするかブレインだけ打ってランドセット5はヒムの2枚目を探すうーん春勝ヒムはそんなにまあ悪くはない一応相手のジ生スへの牽制にもなるから春勝自体が。 そんなにすごく悪いわけではない。カンスペだけだし、これ損すんのって。ん春将ひむで裏目が、まあ、フラスターは別に11交換だからよくて、カンスペか。スネアとカンスペだな、これが。で、返しジェイス。テフェリーも、まあ、ライトニングライトニングでできる。んなんかやっちゃってもいいな。難しいな。 うーん、中小姫やってもいいかな、これ。うん、まあ、まあ、まあ、リターンも大きいし、やるか。ちょっと、まあ、自信ないですけど、まあ、練習なんで、練習なんで、まあ、これがミスでもいいんで。ウィルならオッケーカンスペット、まあ、カンスペット、まあ、カンス,とスネアだけだからな、これ、損すんの。 基本的にあまあまあ、うん、ピアスだったらまあ別にまあ全然良くてこの春将が残ってるんでまあこれならいいんじゃないこれで返し出されてきついのってまあジェイズとかなんですけど基本的にはそれに対してはこの春将が生きるんですよねジ,ジェイズじゃなくてその春将が場に出せるっていうのはでかいこの盤面においてはおっすよしひこおす なんだ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 ジェイスかテフェリーっぽいなテフェリーかなまあ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 これはまあしょうがないからねはいはいはいまあこれだったらいいんじゃないうーんこれはエンド前にいらず持つか えっとねミドシロヘッジも入ってますね、たまに。その結局、平地を持ってくるための白いヘッジが必要なんですよね。で、これでこの春章に対して何かしてくるんであればジェースが出るし。 そうだからミド緑フヘッジを使ってる場合はボルカが入ってない2色の青白ですね大体さてえー、っとうーんカンスペ春昇ピアスもされないしカンスペだけなんでジェイスいきますかそんなに恨めないかな多分 ピアス2枚目とカンスペだけでしょ、これ。はいはいはい。よし。<laughs> そんないらんわ、君たち。いや、ほんとねその、もうほんとにね、レガシーはこういう一個一個の積み重ねなんで、結構力入れて練習してますけど、やっぱしまだミスりますし、無限に。いいゲームですね。あー、まあ、まあまあ、しょうがない。 まだましな方,、ま、だマシな方ジェイスがいるだけでえっ、ー、とストリックス出してからかな1枚でも多く引きたいかでえっ、ー、とヘッジを探しましょう <laughs> あいいね えーとブレインはどうせ打たんかなえっ、ー、とこうかうんな,んならね相手この BTB B と預かカんだって相性悪いんでねこれでフクロウを連打しながら JS でドローしていけばまあ BTB B の上からでも勝ちそうですね 週末台風来るから放物線効果危やうい確かに僕ちょっとね日本にいないんでよく分かんないですけどうんさっきのヒムその俊勝ヒムとかの下りはちゃんと考えてできたんで相手のテフェリーをねちゃんと落とせましたしねその最低限の労力でしそのリスクリターン考えてジエスも出せたんでまあこれは良かったですねなかなかいいプレーだったんじゃないですかね 素晴らしかった褒めるやん。えーっと、マーダルスカットはいらないね。ん、えー、ネメイシスはあってもいいんだけど、どれがいらないかな稲妻はなんだかんだで使うか。何がいらんかなカットとランドか沼かこの安心か うーんこっちかうーんいやまたね青黒赤黒フェッチなのが弱いっすね島持ってきたいのにちょっとね噛み合わないねもう沼入ってないからうーんここで思考角を打つ意味ある 一応あるか一応ある次のターンでいいかな打ってどうする打ってどうする打ってどうするかな <laughs> 思考囲いが今打って何かを通したいわけじゃないが何かを通されたくはないから打つかやめとくかちょっと分かんないな はい、ファクトアフィクションへえ珍しいねまあこんなんかなこれアドゾンカード、まあ、これだったら絶対こっち取るなカウンターカウンターとカウンターとランドだとこれだと絶対ランドの方取るもんなまあいっそのことスペルスペルスペルってあげるか これはこうか。これ上げてもいいな、別に。この状況、カンスペもウィルもきつくないから、多分相手ランドの方が欲しいだろう、これ。こっちは別に通したいカードもないし。ランド、ランド、ポンダーだったらランド、ポンダー取るでしょで、ランドを分けると、ランドじゃない方と、ランドが多い方、単純に枚数が多い方取るだけだから、こうか。はい。 だよねやっぱうんそうだよねランドが欲しいよね君はあ違ったスペルの方取ったまあそれはそれでいいか全然なんか別に今はカンスペもウィルもきつくないんで完全にはこっちが押してる場だしまあなんなら思考覚悟から攻めれるんでねこっちは多分相手ランドの方が欲しいはずなんだよなこれアクション数足んなくてここから はいはいはい、カウンセル。で、JS が落ちるのか。まあ、それはしょうがないか。はい。まあ、しょうがない。はいはい、ファクターアフェクション懐かしいですけど、カード強いっすね、やっぱ。アンタップしてから、アンシー持ってきて、ドロー。 う考過去1回やつかはいはいブレインストームはい何隠しなんかそんなに隠したいのかああゃあターミナスかターミナス出したいのかターミナスを上に積んだんだなきっと うーんとカンスペが一番強いか。じゃあこのまま出さずに殴ってと。 うーんとスネアも落としてもいいか。うーんと、今ハンドがこうね。で、上に2枚あると。1枚ターミナスである確率がまあまあある。うん。って感じですかね。合ってるかな合ってるで、このスネアが一番めんどくさいから、エンド前、稲妻春翔で殴り出す ほぼ積むからここはスネアを抜いとくかこれだったらエンド前にこれでターミナス食らったらエンド前に春書を出して稲妻打ってアタックで残り2だからほぼ積むかなターミナスじゃなかったじゃあいいや こんばんばはいかにき PT 出ます応援よろしくお願いしますまあそれでいうともう俺を応援しなくてもいいからあの原根くん応援お願いしますそう今回イカは原根諸富士の2人と組ませてもらってるのでまあ俺のことは応援しなくても、まあ、原根くんの応援をしてもらえればねいいんじゃないかなと思うよいかにきは出ます キャントリップ進めてあ、これで島,ひ島を引いたからもう BTB も何のそのいや諸富士さんはどうでもよくないよただみんなこれねハレリアの放送だからハレリアの放送だからきっと原く君のファンが多いだろうなと思ってねはいはい勝ちえ俺なんかでよかったらいくらでも見せますよ そんな僕を見て感動なんてそう言っていただけるだけでもありがたいですけどねはいえー、っとっとえー、っとケスやばそうだなやっぱケスぬってかケスやばいけどなやっぱやっぱやばいねこのカードうす、ん、さまじい何に対しても全く欲しくないうんすごいいやけちさんのいいよねフィーチャーでさ だからさ、実体圧で消滅したりとかさ、ヒーチャーで石勝ち出したのにサーチしなくて負けたりとかさ、でもその大会全部勝ってるっていうね、最高だよね、もうモルフェスさん大ファンなんだよね、俺。最高。最の子セバちゃんのファン。いや、俺もね、セバちゃんのファンだね。だいた俺、だいたいね、み俺自身がミーハーだからね、もう、その友達も含めて、だいたいのマジックプレイヤーのファンだね、俺は。 <laughs> ただのミーハーのおっさんだからうーんまあウィルいらんかこのマッチはいやまあ12枚あってもいいんだよなやっぱ2枚いきたくないから伊はトシヤのファンじゃないのうーんハマさんのファンではないかなーなんてねそんなことないよ俺はハマさんのファンだよそれはファンだろう このぐらいにしときますか。ジェイスは2枚残しぐらいにして、えっと、ウィルは2枚残しぐらいにして、あ、ケス抜いてるけどいいアイドル抜いていいさすがにやばい、このマッチは。出す気にならん。いや、ケンジのファンだっつったじゃんだから、俺も。<laughs> またツイッターの画像出すいや、俺、こう見えて、マジケンジの大ファンだからね。うん。こんぐらいにしますか。はい。 えー、ちょっと待って、その、え、俺といえばなんならケンジのファンだけど。前もツイッターにあげたでしょあれ。どこだっけその、ケンジ、ケンジのファンだからこういう服装してましたっていう。もうこれこれこれ。このケンジの写真がもう最高にかっこよくて、もう昔からファンなんだよね。え、ケンジからフォロー返されてないえ、そんなことないだろう。<laughs> え、そんなことないよ。 いやいや、その、昔から津村ケンジっていうプレイヤーが好きで、かつこの写真がね、特に好きで、もう、めっちゃかっこよくて、もう。だから俺も最初にね、PK 回り出した時は自分でもこういう格好してましたよっていう、そういうあれ。これ完全にもう、ケンジかっこいいなと思って、自分がプロツアーで戦う時はこういう格好したいなと思ったのね、もう。やっぱ、憧れうん。はい、沼、マリガン。 はいキープヒムいいね神ブラで PT 出るのはなかなかねハードル高いですねラッシュは全然マジックしてないしなモツガンもそんなに PTQ とか MOPTQ ぐらいしか出ないからな 黒歴史じゃないだろなんだよそれおかしいだろう黒くないだろう白歴史だろんならうーんアンシーの栗一応まあフェッチ構えるかっこはえでも俺ジジーリスペクトであれで俺ハマティあのハマヤ T シャツ持ってるよラッシュ最近マジックやってないんじゃないかなあんまりカンバラ吉 これねきついんですよてかなんだかんだとあと20分ぐらいしかないねまだ4試合5試合目なのにこれやっぱ時間かかってるなアンシー沼姫頼むーめくれるな 切れる。切れる。俺を怒らせたくなかったら。おい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 。はい、はい、ブチ切れはい、ブチ切れあ、延長は一応しときますか。はい、ブチ切れいや、おふざけさすがにあのカード。ほんのバカ好きじゃねえか。いや、1がね、1はよくめくれるからわかるんだけど、2はね、少ないからね。 おい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 、調子乗ってんちゃうぞ。これはエンド前にベンテリオン出してですね。エンド前かアップキープの方がいいかいやいや、さすがにないか。エンド前か。そう、カンスプとトスナップキャストダメージぐらいしかないから、ニマナなんて。 当たる確率めっちゃ低いんだよなでこれでブレインストームがスタックで打たれて3が乗せられてあれってことはブレインないのかカンスペはいはいまあこれはまたフッチかなこっちでいっかエンド前にコラコマでベンディリオン回収ディスカードでフラスターかな あ、アズカンタもある。だから、アズカンタと総裁とカンスペと春将だから、まあ、10枚ないぐらいだね、多分カンスペがマックス2枚だから。まあ、だから、まあ、9枚、合計9枚ぐらい。<laughs> 予期せぬ不在は、サイドアウトされてると思います。そう、だから、総裁、アズカンタ、だから、全部でデッキに10枚入ってないぐらい。 だからまあめくれる確率15%ぐらいちゃう多分。予報は1枚か。じゃあ結構入ってる。合計10枚ぐらいかな。予報もまあ2枚は入ってないからあんまり。まあそう考えるとまあ全然普通うーん、きつこれは負けたかな。きついなー、えー。これはまあ赤ぶら引けばいいのか、えー。まあゴーするしかないな。 きつい。これは負け彦ですね。いやこのね、ミラクルに負けるときって、置物連打パターンなんですよね、ほとんど。で、でもメインと違って、サイド後の置物って赤ブラで割れるんで、言うてあれなんですけど、ちゃんと赤ブラ引いてれば。赤ブラ3枚も余るんで、まあ、言うてそんなでもないはず、本当は。今がこうなってるだけで、赤ブラ1枚も引いてないけど、 いや今,今打つべきじゃないかいやーうーんここジェイス行かないと無理かな相当ンからジェイス行くかいやー赤間がしぬんだよなまあ行くかもうもう無理かちょっとこれ以上は無理か ふわん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 。なんだ。なんだ、四マナ。春将か。ファクターフィクション、テフェリー、テフェリー。うん、や、テフェリー抜いて。 テフェリー抜いて、ジェイスブレインストーンするか、もう。いや、でもフラスター、ウィル、いやー、ここはゴーするか、一回。いや、相手の反動、そんなに強くない。ファクターフィクションしかないから、ここは我慢のゴーだな。いや、でもあれか、青物潰れるのか、結局。あ、OK しちゃった。まあ、い回か、次のターンかな。 いやこれで相手のこれでソープロ1枚だからこれで次のターンえあ,あ、大丈夫かあ,あ、強かった良かったそう、総裁はね1枚分しかカウ,あのカウントされないんで大丈夫大丈夫危ない危ないで、これでソープロがハンドだけだから次のターンぶっぱしようもういや、あのファクトアフェクション通ったら多分勝てないなと思ったんで今おいいね えっ、ー、とーフェッチを取っときたいけどフェッチを取っとくかどうかだなここで沼持ってきたいのもあるな沼持ってきてブレインするかさすがにまあまだなんとかなるんじゃないあ間違えたで これで赤ブラ探そうこれで赤ブラを探して割ればいいあ,あブレインストーム強えい,いやブレインストーム下送るかさすがにブレインストームはダメだなブレインストームとこのカウンターバランスのコンボ強いんで うん、これで次のターン、ブレインストームして赤ブラ探してベ、バックトゥーベーシック割ってかな。って喋りながらやってると、もう残り8分しかないっていうね。やば、やばうち。やばうち。くー 純粧もう何もないか普通にポンダするかいや喋りは言い訳にするでしょう1はねよく消えるんですよあ消えなかったシャッフルだなおおむねシャッフルくーまあ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 相手のランツのターンもランドダウンでだいぶこれでもう一回ブレインできるんでまあで3枚入ってラカブラ探しましょう うーんプレインからかそうだよイカ川から喋り取れとったら何が残るんだよそうだよなおっ赤間の出るじゃんこれうーん欲しいなフクロウと赤赤犠牲にしてチャンドラ出すか 出すか出しそうだなこうでポンダを上に積んでこれでチャンドラ出してプラスでプラスでポンダーをめくようえー、ええー、えマスティコア <laughs> ええー、え えー、まさかのそんなことある <laughs> えー、全然ちげえマスティコアってなんだよまあしかも別に全然きつくないっていう殴られてもまだ死なんし普通にブレインするわこんなん いや、バウンスが先の方がいいのかいや、バウンスの方がいいのかいや、難しいな。どう,どうすりゃいいんだわからんぞ。バウンスマイターンした方がいいのかえ、わかんない。全然わかんない。混乱。これ、時間で負ける。あ、バウンスして、あれか。春章を判別する、落とすか。それが一番いいな。 いや分かんないこれ総裁引っかかりそうだけどどっちかはあどっちも引っかかんなかったラッキーえしゃ何コラコマされなくて強いのかなもしかしてリジェネが残ってみたいなえー、初めて見た結構もうレガシーやってるけど初めて見たマスティコは まあ消えるかも。この、このショートシーズンは消えるかも。ああまあ、そうだよな。まあまあ、それでもまあ、毎ターンバウンスしながらポンダーで時間稼ぐか。いやようわかんねえな。想定外のカードが出ると急にピヨルな。マスティコはでも結構嫌だな。現状結構嫌だぞ、ちなみに。 あジェイスだ次のターン相手ジェイスえー、赤ブラねしかも赤ブラ全然ねえなーマジでうーんきつくなってきたあ赤ブラが見つからないうんでもこれはランドもらっとくか ボルカも欲しいからないやーこれまずいなあ間違えたあああクリックミスあ大丈夫かいや赤い土地はもらっとくしょうがないその引くためにはねいやージェイスきついね負けそうですね急に負けそうになってきたあそっちなのでもえ えあれそっちなの本当うーん。これは多分1何を載せてるかな今一、まあ、1だよね。普通載せるのは1なんで。 いやー時間で負けですね、これ。全然、マッチとしては勝ちそうなのに。時間で負けそう、やっぱり。この、やはりこの喋りながらがね、ハードルが高い。残り時間が、こっち4分、5分切りました。相手15分あります。いや、マジすごいな、マスティコは。こんなにプレッシャーがあるのか。 めんどくさいなあこうネメシス出した方が良かったなあーまだねえのかまあ島がある島があるええー、と戻すとさっきいやいやあのねー チャンスよ。このコマで割ると、あの、赤マナがなくなるんですよ。今探している、わかるかなチャンドラのターンぶっぱしすぎたかな確かに。あれちょっと合良すぎたかもね。4はなかなかめくれんやろうと思ったけど、それはあるかも。まあ、まだバウンスでいくか。ここまではバウンスでいくか。で、次のターンからもうブレインディーか。 まあそれはあるかもね。チャンドラー、結構気持ちよくなりすぎた可能性はある。あれのせいでランド多めに寝たしね。それはありますね、もちろん。ほら。まあまあ、でももう、これで。ああ、やっと見つけたー。やっと見つけたー。さて。 えー、総裁縛りかあ。いや、とりあえずポンダーから言うと、ポンダーでお願いするか。いや、うーん、ポンダーお願いしてからがいいんだけど、ポンダーお願いするか。はい。 時間次第っすね。いらない。おお、しかも最高のカード引いた。あ、間違えた。時間、あとは時間。あとは時間だけ。 危なかったえっこれは払えばいいんじゃないはい払いますよと時間がまずいしこっから勝つの結構大変こっから勝つのが長いからねあと2分で勝てるかな うんこれはね、なかなかにハードル高いっすね。うまあ、くっ、くー、<laughs> めんどくせー <laughs> 2枚目。い <laughs> や、えー、時間で負ける。ゲームは負けなそうなのに。腹立たしい。腹立たしいよ。 これぞやっぱマジックオンレンだなしょうがないなこればっかりはいやしょうがないまあまあまあこのねまあ本番の練習でやってるからまあこれの MO の負けをあんまり気にしちゃいけないんでね1回プラスにして ははいはい、そのままにして、えっと、春章からひもつか。そうそう、ゲームに勝ってれば別に、俺の中では勝ち計算なんで、勝ちっていうか、その相性差とかのね、やっぱ、あのね、チェックのためにやってる練習なんで。 うんまあ、ちなみに、あそこのね、別に、そのチャンドルブッパーもそんなに悪くないっちゃ悪くないんですけどね。まさかファクターフィクションの2枚目が。あ、言ったっけじゃあファクターフィクションがあったのか。忘れたけど。まさか。そんなに思考停止だったとは思わないけど、その、めちゃくちゃ悪いわけじゃないから、あれ。メンター。うわー、メンター。でもまあ、ヒムで。 あー、フラスター持ってるー。まあ、そんぐらい持ってるか、さすがに。はい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 。消えたのはマスティコアで。あ、マスティコア、そうマスティコアで消えたんだ。そうそうそう。そう失礼失礼。マスティコアで消えたんでしたね、そういえば。いやー。マスティコアね、ねやるねえ。手札減ってるけどね、君、大丈夫 <laughs> どんどん手札捨ててるけどいやーでこれでメンターが出んのかきついなだんだんきつくなってきたなでジェスかいや時間もきついしなんなら赤間のあと1枚しかないしいやーちょっと確かにちゃんとらんところがなえすごいなー三上 MTG さん日本人だよね間違いなく日本人 いやー、このマスティコは結構きついな。まあ、バウンスして殴り出すか。いやー、なかなか厳しくなってきたな。メンター出すとマスティコは死ぬね。いや、でもこれで今手札補充しだしたけど。まあ、マスティコはバウンスして、ジェイス落として、相手のカウンター、えっ、ー、と、メンターをめ、まあ、完成してたから、次のターンは。 2分2分の壁を赤ラ引いたーでもとりあえずこのジェイスを守るためにもバウンスは必要はい相手ガッチガチやな まあまあ土地がない言うてもねしましまでまだあるから耐えてるから現状ちょっとまだ有利ですよなんなら時間以外は <laughs> 時間以外は有利メンターでしょメンターにはやっぱカウンタースペルが一番いいね よくね、メンターにやっぱウィルキラされるからね。いやーまだなんかあるスペル。うわー消えた。しかも残ってんのか、よきよき。うわー最悪。いいー、負けそう。はい。マジか、ここで消えんのか。結構入ってたな、なんならに。くー。いや、しかし。 しかし、要するに、そのメンター弱いってこと手札ないってことおついにあれ赤のもうないえ入ってないのえバッド1枚これうわーこのリストバッドランド1枚なのえー、この世の終わり。うーわ意味ねー え、バッド1枚なんだ。いや、バッド、そっかそっか、ボルカさんだからバッド1なのか。うわぁ、苗た。だったらあんなチャンドラプレイしねぇ。<laughs> 全然違った。リスト知らんかった。うわ世界の終わり。じゃあもうブレインして2枚目のメンター探し,しかないのか。いやーもう、ダメだ。終わった。くっそー。 いや負けたこれは負けたあちゃあこれ2だよ2だよ,2だよ、ま、もういいやなえた間違えたはいなえました <laughs> リストを間違えていたためなんだはいっていうことで残り時間がないので投了しますとまだ時間が本当はあったけどこれはコンシードしますよとはいサブミット <laughs> しょうがないしょうがない いや、だったら全然げえ。もう最初のプランから違った。チャンドラ出さねえ。<laughs> こん、いやー、そっか。うわ、バット1位なのか。いや、ヒムデッキだから。いやー、マジか。うーん、しょうがない。リスト、自分がいつも使ってるリストと違ったため。はい。はい、しょうがないですね、と。 まあこんな結果でしたけど、まあ学びはあったんで全然いいんじゃないかなと。うん。うん、まあありえんね。いや、さすがにありえん <laughs>。うーん、このカードはさすがにないな。ジェイスは4ですね。ふふふふ。うーん。なるほどね。まあまあ、これはしょうがないね。はい、そんな感じで。 いや、ありえん。これだけはありえん。ありえん。カード弱すぎ。<laughs> これだけはカード、もう、あり、ありえない。うん。はん、いや、なんなら、倉田くん、すごい,い。ハンデ戦で優勝してる。<laughs> いや、ハンデすぎる、このカード。ジェスだったらすぐ勝つのに、このカード、勝たんけど。相手の総プロ食らうし、すごすぎる、このカードは。<laughs> いや、うん。いや、お払い箱ですね、あなただけは。 あなただけはお払いは別に他はいい別に他はまあ別に一般的なリストでまあちょっとね、春章が少なくてその分がまあまあ1対1効果のカードになってるんで別に違和感ないんですけど回してていやこれだけはあかんこれだけはあかんほんまにあかんうんいやーいや笑,笑えるけどな今1回出したか1回出したけどあん時ジェイスの方が強かったしなうん ちなみに、このカード買ったんですけどね。今日届くんですけど <laughs>。いや、ワンチャンあるかなと思って注文しました。その、プロツアーに連れていくように。<laughs> 奇跡とのサイドでフクロウとネメシスは、まあ、フクロウでもいいかもしれないですね。正直、ネメシス、あんま強くないんですよね。うん。だから僕、このデッキのネメシス、あんま好きじゃないんで、あれなんですけど。 うん、まあ、赤蔵もされるしなサイド5は、アンコウの方が強いかな、派ですね、やっぱし。メインでね、いろんなマッチ、なんかね、結,結局、これとの2択なんですよね。この枠って。で、まあ僕はこっち派で、現状。その、マナが、そのデルバーとかにマナが潰されてても強くて、 まあ、あと黒いんで、青ブラとかピアスとか、食らわないんで、僕はこっち派なんですけど、まあ、こっちはこっちで、ね、その除去が多いデッキとか、まあ、それこそミラーマッチはこっちの方が強いんですよね。ミラーマッチ、このカードは、大袋されるんで弱いんですけど、まあ、こっちの方が強いんで、とかね。いや、マスティコはすごいなぁ。えマスティコは別になんか、毎旦バランスしてたけど、まあ、マスティコは、マスティコはこの時代に見ると思わなかったな。 いや、安いんだろうな昔4000円だったカードだけど。あれマスティコアって、あ、ま、マティコアになってる。え、もう11時過ぎてるやん。帰ろう。明日から、プロツアーですよと。はいハレリアではなんと、英語版のマスティコア。あの、あのマスティコアが350円です。プロツアーで出たら大人気間違いなし。え、2018年にマスティコアかっこいいって言って、大手ーってなっちゃうよね。もう、さすがに。 抱かれたいもうこれプレイしてる男性2018年抱かれたい男性でしょもいやあせーはいっていう形でみんなマスティコは使おうそんなとこかないやー下手だったなやっぱ難しいな他のフォーマットよりも考えること多いから話しながらで時間ケアしながらできんなちょっとあんちゃんとか子供とかすげえな うん、全然できねえ、うん。この、特にこのデッキ考えること多いな。うん、ちょっと、放送向きではなかったですね。あまりにもプレイミス多くて、ちょっと見苦しい点多くて申し訳ありませんでした。最後もね、まさかバッドランドがもうないという、ひどい負け方だったんで。 あんなんだったらチャンドラ出さねえよっていう赤物大事にするよっていうあそこでね赤物2枚使ったせいで負けたんで完全に今のいや最低でしたねいやー申し訳ねえなんでちょっとね見苦しい点多かったかもしんないですがまあまあまあみんなもね何か学んで帰れたんちゃうという感じですかねはいそんな感じですよとじゃあ最後にえっと記事今日の記事はい スタンダードエクスプレスとあとはあれですねえっ、ー、と傑作コラムプレイバックという形で過去のコラムを取り上げるコラムですねここの2本上がってますのでぜひ読んでくださいあとはあじゃあ一応選手一覧はい今週のホットプレイヤーえーとまず日本勢ケンジはえっ、ー、とレガシーかなケンジと ええと、たまちゃんと広沢さくんかな。うん。あんちゃんは、あんちゃん、たきにき、レインボーかな。で、あんちゃんがレガシー。俺は、俺、はらねくん、モロふじさんで、俺がレガシー。熊まずさんは、周平さんと、周平熊へい、くまくんだねで。トモハルさんが、トモハル、ジェレミー、ラファエル、レビーかな。で、はらねくんは、俺と一緒。れいくんが、ええー、と、木原くんと、り二かな。 あとは、ここら辺は、まあ、それぞれ、多分、チームシリーズで組んでるでしょう。確か、ドミンゲスとカルカノと、えっ、ー、と、メングッチかな。で、あとは、ラテン6人が、ラテン同士で組んで、みたいな。うん、そんな感じっすね。うん。で、今日上がる英語の記事で、えっ、ー、と、確か、グジェ50は、えっ、ー、と、マイケル・ボンデと、松岡さんかな、確か。 あと、ホープスで言うと、浦瀬くんが、浦瀬くんと倉田くん、今日のこのレガシー選手権優勝の、倉田くんと組んでますね。浦瀬、倉田、あとリュウユチェンかな、確か。で、宇都宮くんと岡井くんは見事 RPTQ を突破して、えーと、あと東京 MTG の吉野くんと3人で出ます。で、鈴池。鈴池は GP トップ4なので、鈴池と、 えっと、アキラちゃん、田中アキラくんと、KK、加藤健介さんですね。そのビッグ、ビッグス2人と組みますよと。で、えっ、ー、と、内出くんはシルバーレベルにこの間なったので、権利を持ってるはずなんですが、チームを組んだかどうかは僕はちょっと教と聞いてないですと。ぐらいかな。あとはまあ、海外のホープスもたくさんいるよって感じでね。 はい、えーと、今週末がグランプリミネアポリス来週がプロツアーミネアポリスですとまあな,なんかそんな感じで、まあ、僕,僕を中心に応援してもらえれば幸いですと、まあ、僕のこと興味なくても、まあ、きっとね小山とかあんちゃんとか原根君には興味あると思うんでね友原さんとかまあ僕も含めてまあなんかそこら辺のハレプロみんな応援してくださいなとそんな感じですかねはい えー、4時間8分。ようやったな。そう、以下以外みんな応援する。あり。あり。要するに、原根くを応援するってことは、まあ、俺を応援してるに限りなく近いから。もう、ニアリーイコール。もう。だから、まあ、俺を応援しなくても、まあ、ここら辺の人を応援してくださいねと。そんなとこ、宣伝もした。記事の宣伝した。25周年セールの応援宣伝もした。インターハイもした。 応募とあれもした。いや、しすぎ。宣伝しすぎ。ちょっと、宣伝番長になってまう、これじゃあ。そんなとこっすかね。うん、疲れたね。いやー、レガシーは、楽しいけどね。いや、正直、まあ、スタンモダンリミテってやってますけど、レガシー段違いで楽しいっすね。正直。めっちゃ楽しい。うん。うーん、まあ、今日は圧倒的に負けたからあれだけど、 いや、これまでのところはそんなに負けてなかったから、まあまあ別に、なんか今日の巻き方もね、学べる真似方だったし、なんかそのね、時間負けとか、なんか、そういうケアレスミスみたいな、放送ならではのミス多かったんで、まあ別に、あと一週間ありますし、走り込めば何とでもなるかなと思ってます。あとはね、多分、この放送を見てた知り合いとかが、以下はあれ間違ったよとか、いや多分なー LINE 見たらあんちゃんからあそこ違うんじゃないみたいなのがたくさん来てる可能性もあるが、いや、ほう。もしかしたらね、いや、あそこ全然違うでしょうみたいなのが無限に来る誰か教えてくれるといいなとは思いますが、誰かね、まあこここうでしたよとか、この方がいいですねとかあったら、ぜひぜひどんどん教えてください。まあ僕もね、やっぱレガシーまだそんなに上手くないんで、いろんなご意見吸収してから、プロツアーに向けて励みたいなと思ってますよと。 はい、そんな感じですと。そう、ハレリアレガシー指揮者多いからね。それこそノブとかシゲヒとかにもたくさん教えてもらったし、現在進行形でいろいろ情報ももらったりとかしてますよと。そんな感じかな。はい、という形で今日はこのレガシー選手権を見事優勝した倉田慎太郎さんのグリックスコントロール使いました。ちょっと、ね。 時間切れだったりとか下手くそすぎて負けちゃいましたがデッキ自体このグリクスコントロールっていうデッキ自体はおすすめなのでぜひ使ってみてくださいそんなとこケスどうなんですいやアイドルだからアイドル概念うん象徴うんまあちなみにこのケスを JS にして回すことを強くおすすめしますとてつもなく強くおすすめしますはい そんな感じですかね、はいまあ、来週は放送はありません。PT 前、まあ、直前なので。なんで、えっと、再来週かな。再来週の木曜日のケンジかな。多分火曜日は原根くん帰ってきたばっかでできないから、再来週の木曜日のケンジの放送をお待ちくださいね。マナーベースは、うーん、まあ、ヒム入ってるから、俺はもう一枚、このボルカを、 バッドランドにする方が俺は好きだけど、ネメシスも入ってるからね、カンスペネメシスってあるから、青に寄せるのは分かるかなベンでも入ってるし、結構青々を要求する形になってるから、うーん、まあ、そんなとこかな分からん。好みもあると思うし、マナベースは。あとは、そのマナベースに合ったプレイをすればいいから、うん。ね、その、どういう風に持ってきてとか、うん。 まあそこら辺は好みかな。ようわからんっすね。はい。じゃあそんな感じで長い間ご視聴いただきありがとうございましたと。うんーとー、うん。じゃあまた、川かよしひこの、えー、とプラチナ放送をお楽しみにくださいと。少なくともね、ゴールドにはなって帰ってこようと思うんで、次回は、次回放送することがあったら、ゴールドの報告できたら嬉しいなと思います。 はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。またねーと。